どうも、こんにちはいつもですね、映画やドラマの話をするですね、平和なチャンネルなんですけれども、ちょっとだけですね、現実の話をしたいなと思います。えー、立場上すぐですね、消せと、えー、誰かしらか、どこかしらか、えー、言われる可能性がありますので、編集する労力がね、見合わないので、ノ、えーの編集で、えー、取って出しでお送りしますけれども、なんか有志の方でテロップとかつけてくれる方がいたら送ってくれたらね、それを使う可能性もありますのでよろしくお願いします。えー、でね、まあ、松本ひとしさんのことに関してなんですけれども、まあ、大して別に過激なこととかは一切言いません。あの、あくまで、 え非常にこう常識的なえ範囲のことしか言わないと思うんですけど独自のこともほとんど言わないと思うんですけれどもえまずですねまあ基本的に YouTube でバーッと松本人志さんに関する動画がえ流れてきてそれをですね中毒のようにガーッと見てる中でえおすすめからたどり着いてくれた方がもしかしたらえ多いんじゃないかなと思うんですけれども基本的にですねまあ他の。 うんまあ僕もですね、そんなにこう、えまっとうなことを言う自信もそんなにないですし、ま、ブーメランでもあると思うんですけれども、基本的になんか完全にこう、なんか冷静に、あの、筋の通ったことを言っている動画っていうのはほとんどないなという印象で、え結構危ないなと思います。それを聞いて納得してしまうというのは危ないなというのは思うんですよね。で、報道が事実かどうかっていう話、えそして性加害かどうか、で、性加害じゃなかったとしても倫理的にどうか、えそして権力の不当な行使なんじゃないかとか、えー、そ、そのあたりのね、論点がですね、区別ついてなくて、 その中の1箇所だけ自分の好きなところの関してだけこうガッと広げて喋ってる人が多いなという印象ですでまあ現時点ではどこまで事実か分かんないので明らかに批判できるポイントっていうことに関して言うと僕はもう世にしっかりですね本人ら側から出てることだけだと思っていますでこの吉本って読むんですか吉本さんって読むんですかね会社僕知らない会社なんですけれども会社会社さんとですねご本人松本さんの発信ですねっていうのが足す 意味が揃っっててないっていうところとと、えー、事実無根ですというにに言いいいい切っっててししまうう前にいやいや調査するべきでしょっていうところは、まあ、僕は思うところです。えー、で本人の SNS の発信これは全部ダメ、えー、ほ,ぼほぼダメ、えー、0点だと思っていますし、えー、それのブレーンというかですね「これダメですよ」と言ってくれる人がいないことが明らかになっちゃったんだなと、えー、いうことしか現状ではあのちゃんと批判できるポイントはないというか、えー、でもしこういう構造というか是現、えー、システムですね、えー、っていうのがあっ たとするならばという前提で喋んなきゃいけない。あったという前提で喋ってはいけないというのは思います。というのと、え、あと告発した人に対して批判するっていうことっていうのは、え、これは、あの、どう考えても不勉強だなと思いますので、とある方がですね、とある影響力のある、え、着物を着る仕事の方がですね、え、言ってたりとか。 えー、いろいろ、えー、ありますけれども、えー、メンタルについて喋る方とかが、えー、いろいろと言ったりしてますけれども、えー、これはあの、性加害であったかどうかは別として、センシティブな問題なので、慎重に話さなければいけないという、えー、常識に則っ,っていない、 え、非常にですね、告発者叩きというのは論外だなということは大前提として、え、それ以外のことに関しては結構、なんていうのかな、妄想になってしまうというかですね、え、自分の、え、たまたま言えることを言ってるだけっていう人が非常に多いので、 あんまりですね、アーダコードは言わない方がいいんじゃないかなと思いつつ、えー、このタイミングというのはですね、松本人志という、えー、人物、もしくはその人の減少ですね、松本人志という名前の減少について、えー、論じるタイミングなんじゃないかということはすごく思うわけですね。えー、なので、僕はあの昨日ラジオで、えー、コメンテーターをやってるラジオで、コラムでですね、大日本人というですね、 え、ほとんど、僕以外の人がほとんど、え、喋っていない。飲み会とかで、え、大日本人の話を僕はしたいんだけど、誰も、見たけど覚えてないんだよね、みたいな人しか周りにいないので、え、話ができないという、え、映画について、これは語るタイミングだということで語らせていただいて、結構反響も、え、来てるんですけれども、そういうことはしていいと思うんですよね。え、松本さんが今まで世に出している姿とか、え、発信とか、言ってきた言葉とか、え、おもとに、松本人志という人物が、え、まとってきた現象とは何なのかっていうことに関して論じる。これは、フェアだし、許されることだと思う で僕はそれに関してやっていきたいなと思っているので、えなんか、グレーなところ触りすぎは危険だとか言って怒られる筋合いも正直ないと思いますし、危険なことなんて別に何もやってんだって、松本さんが今まで出してきたものに関して言ってるだけなんだからっていう、今の松本さんを批判してるっていうことに関して言うと、僕は、あの SN、SNS の使い方が、あの、めっちゃ、なんか、なんていうの昔からタイムスリップしてきた人が使ってんのかみたいな感じですよねって言ってるだけです。はい。で、松本さんに関して、僕はもちろん好きです。 で、あの、影響も多分受けてるんだろうなと思いますし、えー、松本一志だったらこれどう考えるだろうな、みたいな、えことを、え喋、ー、る時の手口というか。 で、よくやってるぐらいですね。あの、影響はある意味受けてると思いますし、反発心みたいなものも常に、えー、持っている。で、これはもう、えー、カリスマというか時代の、えー、世界観を作った人でもありますから、えー、直接的に影響を受けてる、あのー、コメディアンの人っていうのは僕は別にいると思っているんですけれども、でもやっぱり前提として、えー、あまりにも支配的な、えー、人なので、影響はもちろん受けているというところで、じゃあどんなところが好きなのかという話をこの動画ではします。で、えー、彼が自分のお笑い論を語っている時っていうのは、これは好きですね。 これはめっちゃ好きですね。えー、で、納得いくにせよ、行かないにせよ、あの、彼のネタで、 基本的にはもうみんな笑わされてきているし、ええー、彼が最近作ったコントですね。おめでとうというコントが、えー、あるんですけれども、ええー、三2、3年前ですかね。なので、非常に最近の感覚で作っていると思うんですけれども、もう本当めちゃくちゃ面白くて、特番の中で、ええー、芸人さんがですね、ユニットで、えー、コントをどんどんやっていくという、えー、形の番組で何回かやってると思うんですけれども、キングオブコントの回という、えー、番組で、えー、最新の、確か日村さんとやってたコントは僕はあんまだったんですけど、それシンボルの時から同じことやってるじゃんって思っちゃって、えー、それはちょっとあんまだ ったんですけど確かその1個前とかにやってた「えー、おめでとう」っていうコントめちゃくちゃ面白くて、えー、それは何回も、えー、見るぐらいですね引き続き彼のお笑いのセンスというかうんあっ そういうことを堂々とできるのは本当すごいなと思うし、それが加害的有害じゃなかった場合には今でも好きです。うん。で、昔の作品とかビジュアルバムとか映画とかも、えー、なんか見返したりする機会っていうのは結構あるんだけど、まあ、あの、すごい面白いなっていうのもあるし、あの、あ、こういうことやろうとしたけど、 あ、こういうとこで止まっちゃってるんだとかもあるんだけど、別にそれはその、彼がプレイヤーとして世に出しているものですから、僕が偉そうとかそういうことじゃなくて、あの、個人のね、視聴者の感想として、うん、なるほどと思うところもあるんだけど、基本的には、その、必ずトライをしてるっていう、だから実験精神の持ち主ではあるので、えー、語るときも説得力があるんですよね。えー、こういうトライをしてこういう失敗をした、こういうトライをしてこういう成功をした、こういうトライをしてここには受けたのにここには批判されたとか、そういう、え、経験をお笑いに関しては、 死ぬほど積んできてる人ですね。だから鉄板ネタみたいなのをやんないじゃないですか。えー、自分の鉄板ネタとかできるようになっちゃったことっていうのはあんまり好きじゃないので、お笑いの世界ではとにかくどん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 新しいことを試していくっていう人ですよね。えー、で、プレイヤーとして求道者だったっていうのは全員が知ってるところだと思うんですが、あ、頭にタオルも巻いて喋ればよかったですね。えー、求道者。 であるということはみんな知ってると思うんですけど求道者として、えー、ちょっと偉くなりすぎてしまったから今度は今何をしてるかっていうとあのドキュメンタルとかでね、えー、ゲームメーカーとしてやってるわけですよ新しいルールを作ってやっていこうということをしてる人なわけですよねでとにかく実験をしてきた数が多いでそれはお笑いの世界においてだけだと思いますお笑いの世界においての松本ひ志の論以外は僕は信用できないと思っていまして、えー、つまりお笑いの論を語ってる時には自分がやりたくてトライアンドエラーしてる実験の蓄積回数思考の量っていう のが他の人よりダントツで多いんですよね多分ね で、これは下手したら僕はさんまさんとかよりも多いと思っていて、え例えば、あと落語家さんとかね、えとかの伝統芸能のお笑いの人とかよりも当然多いと思っていて、それは同じことを繰り返しやって研鑽を積むっていう、例えばさんまさんで言うと鉄板の下りとかがいっぱいあるわけですよね。で、それをやるっていうのもさんまさんは好きでやってるっぽいですよね。えで、落語とかも伝統的にこう繰り返されているものをやる。でも松本さんは繰り返しはほとんどやらない人なので、え実験のトライアンドエラーの、え実験を、つまり論文を書いた回数が一番多いみたいな人だと思います。お笑いの 実験をした回数も多いし論文を出した回数も一番多いから研究者として評価されているみたいな人だと思うので当然お笑いに語ってるついて語ってる論の部分っていうのはこの遺書ですね遺書僕はの付箋とかもつけてて非常に気持ち悪いですけれどもそして人に貸す用というのもねもう一冊持ってるぐらいですね非常にあのーあーなるほどなと思いながら読んだりとかあと思いながら読むところもあるんですけどあの本当に繰り返し読んでる本ですけれどもお笑いについて語ってる部分は納得できるところもあるしあそう見るんだと思うところもあって ううんと思うわけですね、うん、じゃあ、何が嫌か。好きな部分はお笑いの話をしている時です。嫌いな部分は、えー、この遺書でもあのよく、よく読んでください。あの新品でね、今松本人志の本を買えとは言えないので、Amazon リンクとかは貼らないですけれども、えー、中古とかでも大量に出回ってますので、ぜひ買って読んでいただきたいですけども、非常にですね、なんか、俺はモテるんじゃみたいなアピールをするんですよね。嫌ですね。めちゃくちゃ嫌ですね。 えー、モテキャラの人じゃないじゃないですか。えー、最初からモテキャラとして出てきた人では別にないじゃないですか。えー、ダウンタウンとして人気があるからワーキャラの人もいたというだけで、えー、かっこいいキャラクターとして出てきたわけじゃないですから、えー、その表現の中で別にモテるんじゃとかを別に書いてほしいと思ってる人ってあんまりいないと思うんですけども、そのあたりの需要とかはそんなにわかってなくて、えー、俺はモテるんじゃ。 とか、女遊びすごいんじゃ、みたいなことを結構書くんですよね。で、これは、あの、記録として残っちゃってるのは松本さんにとっても黒歴史なんじゃないかと僕は、えー、まあ、ウォッチャーとしては妄想しているんですけれども、なんかさ、モテキャラの人じゃないのに、モテで自己規定しないといけない辛さえー、生体験とかの、えー、破天荒さで自己規定しないといけない辛さっていうのが、これもしかしたら、今にも繋がっているんだとするならばとかも、えー、今の報道でちょっと、えー、うん、と思う部分ではあったりするんですよね。 えー、で、とにかくこう、自分が男であるということ、マッチョであること。で、これは筋肉的にマッチョだっていうことじゃなくて、えー、心がマッチョであることということに関しては、かなりですね、呪縛されているなということが非常によくわかって、それが見えちゃってる時の松本さんはあんまり好きじゃないなというのがありますよね。で、あとは、えー、お笑いの論を語っている時は好きなんですけれども、お笑い以外の論を語っている時は基本的にめちゃくちゃなので、あんまり好きじゃないです。えー、で、コメンテーターやられていましたけれども、ご自身ではやりたくないという、えー、ポーズを取っていましたけど、これ実際向いてないなぁと、えー、みんなが思っていたわけですけれども、ちょっとこう 炎上して番組の注目度がま高まってということが、えー、繰り返されていく中で番組側の番組だけが得するという形で、えー、どんどんですねコメンテーターとしてもなんかそれっぽくなっていったわけですけれども、えー、勉強するつもりがないというところそして勉強を教えてくれるとか忠告してくれる側近とかブレーンみたいな人がいないということですねこれはもう本当にもう一回や二回の出現ならまあしょうがないですけれどもまあ調べてみてくださいワイドな証出現とかでウィキペディアとかにさええー、非常に綺麗にまとめられていますので、えー、それを見ればですね。 これはですね、意見の有無とか、どっち派とかそういうことじゃなくて、まあ世の中でこういうことを思いついてしまう人はいるけれども、社会の存続のために、これからはそれはなしでいきましょうという社会的合意がですね、えー、取られていることに関して、いや、俺思いついたんだけれども、という新鮮な意見として提示してしまう。あ、あの、松本さんすいません、その議論ってもう結構前に終わってるんですよ。えー、で、ちゃんと勉強してる人は知ってるんですよ。っていうことを、新鮮な意見として言ってしまうということを繰り返していたんですね。 全然ダメですね。えー、で、それが、いや、松本さん、あの、ワイドナショー続けるんだったら、そろそろ、その社会的な勉強とかを、えー、一週間の中で一時間、その、誰かとお茶飲みながらとかでもいいですからとか、えー、ちょっと移動中にね、なんか、えー、n d l e で電子書籍で本さらっと読んでいただくだけでもいいですからとか、えー、移動中にね、この人の、えー、YouTube とか、 え、電子書籍の音の読み上げのやつとかをちょっと聞いていただくだけでもいいですからわかると思うんでとか、そういうことを言ってくれる人すらいなかったってことですよね。いたけど聞こえなかった、無視していたっていうことの数年間がワイドのショーだったと思うんですよね。 好きじゃないですね。うん。てか、求めてないですね。で、松本人志さんじゃなくてもいい。えー、ちゃんとしたですね、コメンテーターとしての人間を育てなきゃいけないのに、テレビ局はそれをやんなかったっていうことじゃないですか。えー、これはもう日本の言論とか報道とかがやっぱ遅れていく部分で、えー、まあ、海外ではアンカーとかで、ね、言ったりしますけれども、えー、その報道しながら、まあ、だから、まあ、賛否両論はあるにせよ、例えば古立一郎さんみたいな、えー、人ですよね。まあ、古立さんも賛否両論あるとは思いますけれども、古立一郎さんみたいな人を育てる手を抜いて、 で松本ひとしというですね、えー、ネームバリューに乗っかって勉強させないでいろんなことを言わせるという構造のまあ、はっきり言ってめちゃくちゃな番組だと思いますけれども、えー、ワイドナショーの松本さんは好きじゃないですね、えー、だからお笑いの論を語ってるときは好きワイドナショーの話ワイドショーとかの、えー、お笑い以外の話をしているときは、えー、好きじゃないなっていうところですねでどんどん行きます、えー、権威じゃないときあの下にいるときの方が好きです。 っていうのもありますね。えー、北野武さんと対談しているところとか、えー、安野秀明さんと対談しているところとか、まあ何年かに一回見られたりしますけれども、好きですね。結構いいですね。あの、<laughs> なんか、可愛い,いというか、えー、ちょっとビビって、あの自分が、まあ、あの言葉を選ばずに言うと、バカだと思われないようにしようとしている感じっていうのが、ういういしくて、これはあの本当に皮肉とかいじりとかじゃなくて、あ、人間らしい部分というか、コミュニケーションにドキドキしている部分っていうのが垣間見えるときっていうのが、 結構好きなんですよね。うん。だそういうところをもっと見たいなと思っていたし、あの、これからどんどん置いていくに従って、どんどんこう丸くなってきた部分はあるというふうにも、まあ解釈できる部分もあったので、えー、そこからですね、どん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 こう、えー、異業種の人と対談とかしながらですね、えー、ちょっとずつこう、可愛い部分を見せてくれるのかなと思っていたんですけれども、まあ SNS の使い方を見る限り、あんま治ってないんだなということが分かってしまった。えー、たけしさんとの対談とか、 何言ってるかあんまり分かってないけど、たけしさんに話を合わせてる感じみたいなのが僕はすごい伝わってきて、あの、嬉しいし、安野さんとの対談もあんまりこう、話が中身がなかったので好評ではなかったですけれども、松本さんが安野さんにビビってホストしてる感じとかも、あの、新鮮で、そういうところがもっと見たかったなと思っているところです。うん。 で、あとはですね、三つ目。えー、一つ目は、えー、お笑いの話してるとき。二つ目は、あの、後輩側にいるとき。下側、まあ、えー、安野さんと先輩後輩どっちかわかんないですけど、えー、まあ、あの、ビビってるときですね。えー、偉い人っていうか、ま、あ尊敬してる人ですね。ちょっと、意見してる人、尊敬してる人と一緒にいるとき。で、えー、三つ目がですね、友達といるときですね。で、友達って、これもあの、本当にウォッチャーとしてはただの推測妄想なんですけれども、ほぼいないですよね。うん。 で、大物有名人、大物芸能人って、やっぱ横で繋がっていくし、お互いの、こう、仕事とかもリスペクトしてるし、松本さんファンなんですって言ってくれるこうミュージシャンの人、俳優の人、これいくらでもいると思いますから、近づいてくる人はいっぱいいると思うんですけれども、おそらく誰のことも多分面白いと思えていないと思うんですよね。で、大物芸能人同士でつるむっていうのは、例えば、えまあ、 トンネルズさんだったらこの人と仲いいとかあるじゃないですか、えー、誰々と友達なんだよねがお馴染みになってるってあると思うんですけど松本さんやっぱ異常にないですよね えー、例えばタモリさんだったらこう音楽の人と繋がってるとかこういうのがあると思うんですけれども、松本さんが異業種のこういう人と親しいって本当にないですよね。で、ここでは名前出すとちょっとネガティブな感じになっちゃうので言わないですけれども、まあ、一人だけね、唯一ちょっとこの人と仲いいっぽいよなっていう、なんか連絡を取り合ったりするんだよねとか、旅行に行ったりするんだよねっていう話をしてる、あの、異業種ですね。芸人さん、お笑いじゃない人っていうのが一人だけ思いつくんですけど、その人と一緒にいるときは、 ちょっと好きですね。ちょっと楽しそうっていうか、あ、友達と仕事できてよかったね、とも思うし、だからね、これも本当にもう、松本さんの、なんか、人生を勝手に推測することになっちゃうんですけども、要は、その、ダウンタウンデラックスとかでも、その、自分が面白いと思ってない人、 の話をを面白くししななきゃいけないいけけっっててう仕事をずっとしてるわけですよねでそれで大金をでですすねね回何百万とかもらってるわけですよ、ね、それはさプライベートでさ自分より面白くない人と話すの無理だよねとも思うんですよだからそれはやっぱお笑いの求道者としての、えー、まあまあしょうがないですね呪縛というか、えー、まあ病理ですよねとも思うんですけれどもその結果ですねどういうことになっちゃっていたのかっていうとまあ今回の報道がもし事実だとするんであればお金 を介してしか人とコミュニケーションが取れないという。で、お笑いの世界以外では、えー、人と絡めないということになってしまってるってことですよね。えー、だから趣味も、えー、趣味ってないですよね。趣味、趣味は筋トレですけれども、趣味、筋トレ以外にパッと思いつかないですよね。で、これって結構異常なことだと思うんですよ。他の有名芸能人、すごく稼いでらっしゃる有名な人たち、趣味も、異業種の友達も、 視聴者がパッと思い浮かばない人って他にほぼいないと思うんですよね。えー、で、これって結構見過ごされてきた松本人志という、えー、人物像、そして現象、えー、のですね、結構欠点というか、えー、結構ですね、怖い部分だなというふうにも思っていて、で、それは本人が可哀想な部分もあるんですよね。裸の王様にされてしまったということ。まあ、報道では自分で全裸になったと言っていますけれども、えー、と、されていますけれども、裸の王様になっている人の特徴としてですね、非常にこう、なんていうのかな、純文学的というかですね、えー レオナルド・デュカブリオさんとかがね、えー、やりそうな <laughs> え立場になっているというのは、これ、えー、悲劇でもあるんですけれども、あの非常にですね、想像はつくんだよなっていうところはずっと前からあったっていうことですよね。えー、で、結果何をするかっていうと、後輩と支配的なコミュニケーションをする、えー、で女性をま性的に支配するっていうことしか人と絡む回路がなかったのだとするならば、 ちょっと納得もいってしまうんだよねっていうのが、えー、ちょっと長年の松本人志ウォッチャーとしてはですね、今回の報道が驚きではなかった部分ですね。えー、で、ま、報道は驚きではなかったんですけれども、SNS の使い方、本当に何回も言って申し訳ないですけれども、あの、携帯取り上げてください。あの、松本人志さんのスマホを募集してください。誰かが。ね。他事務所の方でもいいです。芸人さんが松本人志さんのスマホを募集すべきだと、えー、僕は思っているんですけれども、できないんでしょうね。えー、吉本さん、吉本さん、会社の名前僕ちょっとわかんないんですけれども、えー、が募集できない。 で、SNS ではこうしてくださいという、えー、指示というか契約もできないということになっちゃっている。松本人志のスマホを今すぐ没収せよというのがこの動画の趣旨でございます。<laughs> で、えー、すいません。えー、4つ目、えー。家族の話でいじられているとき。これも好きですね、えー。プライベートの話が。 あるんだっていうことがびっくりですし、えー、小本悩の一面を暴露されているみたいな下りが最近では結構あったりするんですけれども、えー、そういう時は好きですね。そういう時はちょっと素が見えるんじゃないかなっていうところがある。で、まあ、あとは、まあ、放送室が良かったのは、まあ、もちろんあの中でも有害な発言っていうのはいっぱいあったけども、それは今のスタンダードで裁くとそうだっていうことだとは思うんですよ。当時はみんな笑ってたわけですし、えー、狭いですね。本当にファンの界隈で消費されていた深夜のラジオですから、それ自体に僕が問題あるかっていうと、えー、そこまで それを言い出しちゃうとなとは僕は思ってるんですけれども、あれはその高須さんというですね、幼馴染みの放送作家の人が、いや、自分それは違うでって言って、こう、ガッと論争になっていくっていうところ、え、がですね、半分素ですよね。え、幼馴染みだし、え、ずっと一緒に仕事してるけれども、高須さんは松本さんにビビってないから、多分、聞いてる感じね。本当はちょっとその気使ってる部分っていうのは一応あるとは思いますけれども、他の共演者の人と比べるとやっぱ圧倒的にビビってないから、浜田さんと高須さんはやっぱビビってないから、ビビってない人と喋ってるところっていうのは非常に良かったんですよね。 っていうところですねであとは筋トレする前ですねえ筋トレ筋肉が見える時点でちょっとあんまり好きじゃないかもっていう感じ筋トレする前痩せてる時の映像を見ると今でも好きだなってちょっと思ったりしますよね、えー、筋トレの話も自分でしないところがちょっと不健全だなと思っててしてほしくない趣味の話ぐらい 唯一の趣味なんだからさっていうね。まあ、他にもあって隠してるのかもしれないですけど、お笑い由来の部分をもっと出せる人だったらよかったのにとも思うわけですね。うん。で、あとは SNS で自虐の小ボケをしてる時というのが、えー、好きなところでございます。で、えー、今回のことがあってから、えー、4つですね、えー、それに関するツイートっていうのがあるんですけれども、えー、ワイドナショー出演は 休業前のファンの皆さん、いないかもしれんが汗へのご挨拶のため、顔見せ程度ですよというツイートが1月9日に出てるんですけれども、これのカッコない好きですね、僕ね。いないかもしれんが汗のところ好きですね。うん。それ以外全部ダメです。それ以外の過去の3つのツイートは全部ダメです。なんで、なんでダメかは、わかんない人は自分で考えて調べてください。ということで、松本さんの好きなところ、ランキングということで、何個言ったのかなえっと、そうですね。 えー、自分のお笑い論を語っている時と、えー、権威じゃない時ちょっと下側にいて相手をリスペクトしてるっぽい時友達といる時、えー、家族の話などでいじられている時筋トレする前 SNS の小ボケをしている時、えー、高須さんといる時7つですね7つって感じですねうんっていう感じかなうんまあどうせ何かしらの形で怒られるんでしょうから消すことになるかもしれないですけれども、えー、興味のある方が多いんだなと分かってあの消さなくて済んだ場合には。 松本人志さ,さ,ななさんって最近言い過ぎて逆に言えなくなってるんですけど、えー、松本さんについて僕は思うところがいっぱいあったし。 あの、論じるチャンスという、まあ、チャンスっていう言い方は悪いですね。聖火街の、えー、報道のタイミングですから、えー、これを期化としてというか、これに乗っかって何かをしようとしてる奴は全員最悪だと僕は思うんですけれども、えー、松本さんについて論じるタイミングがいよいよ来たなというのはちょっと思いますので、えー、怒られなければ何本か動画を出していく可能性もありますが、基本的には普段は映画やドラマの話を平和にするチャンネルでございます。松本人志、巨大化願望説ということで、えー、本来ですね、えー、もっといい。 部屋に住んでいて私もですね、一泊30万のホテルを借りるぐらいの財力があれば、もっと、もっとですね、浜田さんぐらい大声で説を発表できたんですけれども、申し訳ないです。狭いですし、壁も薄いと思いますので、大きな声を出すことができなかったんですけれども、松本さんについて僕は、もともと結構自分なりの論というか説を持っていまして、巨大化願望があるのじゃないかというね、これは陰謀論なんですけれども、都市伝説なんですけれども、 松本さんが筋トレを始めたのがおそらく38、9歳ぐらいだと言われておりまして、えー、そこからどんどんですね、ムキムキになっていって、多分40代の前半にはもう結構ムキムキだといういじり方を、えー、され始めていたと思うんですよね。で、2007年のね、 え、初監督映画、大日本人というのがありまして、僕はこれ結構好きなんですけれども、え、大日本人というのは、え、大佐藤というですね、伝統的に代々、え、怪獣と戦うですね、ヒーローをやっているですね、男がですね、え、電流を流して巨大化して怪獣と戦うという、え、人物の話でした。で、フェイクドキュメンタリーコメディという感じなんですけれども、結構好きなんですけれども、え、そこで巨大化していると。 で、構想5年という風に、えー、当時触れ込まれていたので、39歳ぐらいから構想していたことになるんですよね。44歳のタイミングで、えー、公開だったと思いますので、えー、ってことは筋トレをし始めたタイミングっていうのと、大日本人を構想し始めたタイミングっていうのがぴったりと重なるんですよね。 えー、信じるか信じないかはあなた次第ですという感じなんですけれども、えー、巨大化願望、自分の体をでかくしたいという願望がですね、えー、まさにですね、大日本人になっていってますよね。どんどん胸筋が、えー、発達していって、マッチョになっていって、体がどんどんでかくなっていっていると、えー、いうことはですね、非常に面白いなと思うんですけれども、これはですね、えー、あながち冗談でもなくてですね、 えー、自身の巨大化に気づいていないということでもあると思うんですよね。えー、これはもう誹謗中傷とかでも何でもないし、危ない話でも何でもなくてですね、えー、ただのテレビウォッチャー、松本人志ウォッチャーとしての、えー、長年温めに来た論をですね、えー、今このタイミング、松本人志さんに注目が集まってるタイミングでみんな聞いたよという形なんですけれども、えー、これは、 松本さんに関してのですね、論っていうのがですね、なかなかこう、ある意味タブーというか、えー、みんな非常に松本さんに熱狂していて、えー、批判するのが面白くないというような風潮も多分あったと思うんですよね。えーで、批判が簡単だっていうのもちょっとあるんですよね。面白くないって批判するのは簡単だから、えー、映画もですね、 あの僕は大日本人以外の残りの3作は結構本当にダメだなと思っているんですけど大日本人は面白いところもあるよという話を結構いろんなところでしてきたんですけれどもえこの昨年の年末までですねあらゆる人に聞く耳を持たれずですねえ大日本人は 見た気がするけど、あんま覚えてないわ。最後がつまんなかった気がするわ。とかね、えー、言われて終わりなんですけれども、突然聞いてもらえるようになったので話すという感じです。で、成、え、果、ー、外報道の問題もありますけれども、で、その報道に関して、真偽っていうのは僕は全くわからないですし、えー、真偽、わからない前提で話さなきゃいけないと、えー。これが真だという前提で話している論っていうのは基本的に僕はまずいと思ってまして、これが本当だとするならば、えー、こういう構造が、えー、その界隈の芸人さんの中であってで、それが松本さん以外の人たちもやっていたりとかですね、 そういう構造そのものがあったとしたら問題だという言い方はできると思うんですけど松本さん個人がやっていた前提で話すっていうのはこれ結構ダメかなと思っていますが松本さんの SNS の使い方は近年のスタンダードからしても完全にアウトなので本当に不勉強もいい加減にしてくれよと松本さんのスマホを誰かが募集しなきゃダメですよという話を前回1本前の動画でしたんですけれどもこの今回の問題もですね 結果的にその、まあ、完全に黒だと言い切るのも非常に裁判とかで難しいと思いますし、えー、昔のことが加害だったかどうかね。で、性加害、暴力的だったかどうか、えー、犯罪になるかどうか、ということは今回争われていないので。 勝手に周りが言っているだけなので、えー、刑事事件になるかどうかっていうのはこれはわからない。全然わからないので、そこはなんか言ってもしょうがない。えー、そこに関してガーッと言ってる、えー、人たちっていうのはちょっと落ち着けと僕は思っているんですけれども、えー、っていうよりかはどちらかというと松本人志と,という人物、そして現象の権力性っていうものをですね、検討するタイミングに来ているということだと思うんですよね。 えー、ってことは、これ松本人志さんの最近の話だけじゃなくて、えー、いかにこう、今の権力を築くに至ったのかという歴史を話さなければいけないというのは、これは本気で思っていることなんですよね。えー、で、論じるタイミングだっていうのはまさにそういうことで、えー、 どこかから話さななきゃいけないいけののっていうのは僕はあの松本さんとかダウンタウンさんのデビューのタイミングっていうのはえまだえ赤ちゃん以下でしたからまだ本当にちっちゃかったです本当にもうすごいちっちゃかったと思いますでえその時のことは全く知らないですけれども物心ついたタイミングっていうのが父ちゃんあ島田紳介さんですね、えー、上地祐介さんと僕しか呼ばない呼び方で呼んでしまいましたけれども父ちゃん慎、えー、介さんが 引退したぐらいの時っていうのはなんとなくこう物心はちゃんとついていて、えー、まあ僕の家ではテレビを見させてもらえなかったのでそこはちょっと複雑なんですけれども、えー、しんすけさんの引退っていうのはさすがに知ってますでそれが2011年、えー、ですね、えー、島田シンさんの引退が2011年だと思いますすいませんあのこの細かい年号をちょっと間違ってたら申し訳ないですけどちょっと一発撮りでバッと撮っちゃいますあのどこかから怒られて動画を消さ,れ消させられるタイミングがえありえると思いますので編集するのが本当に割に合わないのでとりあえず出しちゃいます えで、テロップとかつけて編集してくれる方は、あの、勝手に切り抜きで公開しないでください。送ってくれれば、えー、それをこのチャンネルで公開するという形を取りたいと思いますけれども、え、シンスさんの引退が2011年。で、えー、松本さんが大日本人を取ったのが2007年ですね。で、その間にですね、 すでに、こう、一本グランプリが始まったりとかしてるわけですよ。で、あれは、近くも松本さんだし、松本さんがプレイヤーではなくて、チェアマンという形式で座ってますよね。で、えー、滑らない話もその、ちょっと前から始まってますけれども、あれも近くも松本さんだし、えー、松本さんがゲームマスターの、えー、パーティーにみんなを招待したというポジションで座ってますよね。えー、っていう形で、えー、一人のプレイヤーというか、 あのー、最先端でお笑いを開拓する開拓戦士っていうポジションじゃなくて、えー、ゲームを俯瞰する王様になり始めた時期っていうのがしんすけさんの引退の本当直前なんですよね。えー、でしんすけさんが引退してしんすけさん父ちゃんは、えー、それまでゲームメーカーをやっていた人なんですけれどもだんだんこうステキアンモードに突入していきましてですね、えー、お笑いじゃないことの方が結局好きな人っていうかお笑いをこうある意味道具として選んだ人でもあるので島田しんすけさん父ちゃんっていうのは、えー、ヘキサゴンであるとか、えー、深い,い話であるとか、あのー、お涙ちょうだい というかです、ね、ステキアンモードにガーッと突入していってこうビジネスの人としてどんどん評価されていくようになりえ結果的にスポーンとですね不祥事で退場しましたのでえ松本さんがお笑いの ゲームメーカーとしてのポジションっていうのは2つの意味で空いていたんですよね。え松すけさんがステキアンモードに突入してえ、だんだんお笑いじゃなくなると同時に、えー、立場、物理的にもいなくなってしまったので、えー、2つの意味でスポーンと空いたところっていうのが、えー、松本さんの、えー、活動のしやすさとしては非常にあったと思います。需要があった。えー、松本さんに働いてほしい場所がたくさん、えー、できていた。で、えー、松本さんレベルの企画をする人っていうのはまだ現れていないですよね。で、僕はあの有田鉄平さん、クリームシチューの有田さんが松本さんに匹敵するぐらいですね、いろんなこう発明をして、 いえ、けれども、本当にこう、有田信者みたいな、え、まあクリームューのオールナイトニッポンをずっと聞いてた信者みたいな人っていうのはいっぱいいますけれども、松本さんレベルで上回れすぎていないっていうのも有田さんのすごいところだなと思っていて、例えば脱力タイムズとかのシステムを発明したっていうのはめちゃくちゃすごいことですから、有田さんって実は松本さんに匹敵するぐらいのゲームメーカーなんじゃないかと思ってるんですけれども、逆に言えばその二人ぐらいしかですね、ゲームメーカーっていうのはまだ、あの、地上波のゴールデンでは誕生していないわけですよね。 で、まあ、裏方の人だと、ま、結構、えー、いるっちゃいますけれども、プレイヤー兼ゲームメーカーっていうことができる人。っていう意味で言うと、そこから松本さんが、もう完全に独占状態になっていたという歴史が、えー、まあ、あるわけです。2009年に一本グランプリがスタートしました。えー、で、2015年に M1 グランプリ、父ちゃんが作ったね、大会、あ、島田晋介さんがね、作った大会ですけれども、えー、が、一回2010年に終了して、2015年に復活したわけですけれども、えー、そこで実質審査委員長的なポジションを務めている。ということは、これ松本ひとしさんが言ったことが、 えもう全て若手芸人にとっての全てになるという空間ができ始めましたねでキングオブコントもずっとえやっていくということになるわけですからえコントにせよ漫才にせよえ松本人志の門を通らないとですね世に出れないという状況がえ若手芸人の中ではもう当たり前になっているそれ以降芸人を目指した人にとってはそれはもう疑いようのないルールというか法律みたいになっているということですよね。 で、2016年から何が始まるかというと、Amazon プライムでドキュメンタルが始まりますね。始まります。で、これは直接課金なので、何でもできると。で、基本的にはもうドキュメンタル僕は、あの、好きな番組でもあるし、嫌いな番組でもある。とても好きな番組でもあるし、大嫌いな番組でもあるというですね、非常にアンビバレントな感情を持っているドキュメンタルファンなんですけれども、まあ、ファンっていうのは言い方違うかな、ウォッチャーなんですけれども、まあ、始まったら初日に全部見るので、ファンではあると思うんですけれども、文句言いながら見てるっていうね。 えで、だんだんやらなくなりましたけれども、その、たいこう、チンチンを出すとかですね、えー、殴る蹴るとかっていうことが面白いとされている世界ですので、えー、テレビとは逆行した世界なんですけれども、えー、笑ってはいけないというルールの中で、えー、自己的に発生した笑いを評価する。 で、攻めていった人でも笑ってしまったらアウトであるというですね事故の要素が入っているんですよねでこれはゲームとしてめちゃくちゃ面白いですよねで日本の内輪乗りのカルチャーでしょという風に思われていたんだけれどもまんまと海外に輸出されていて世界でリメイクされていますからこれはゲームメーカーとしての松本人志の才能っていうのが映画では越えられなかった国境を越えているということでプレイヤーとしていったんですねちょっとちょっと身を引きつつありますよねみんなを統括する先生担任の先生とか校長先生みたいなポジションになっていますけれどもそれでも えー、なおですね才能をバキバキに開花させて結果を出しているというのが、えー、松本人志のすごい、えー、ところなんですけれども、えー、そのようにですね他の人ではできない唯一の無二のポジションを確かに担っているんですよね。えー、で例えば まあみんながこうパッと思いつく限りで言うと、えダウンタウンデラックスとかですよね、え地上波の番組で、この人大丈夫かなバラエティ慣れてないなみたいな人が心もとないトークをした後に最後の最後に、いやでもそれ君さっきから何々やねっていう、その番組の序盤に出てきたことを伏線回収するようなこととか、ストーンズバーンと落とすっていうことは、これはもう他の人、まあフットボールアワーの後藤さんとかね、がとてつもなくすごいですけれども、やっぱりといえば松本さんだよねっていう感じの、まあ圧倒的な名人芸っていうのは本当に衰えていないし、ね、 切れ味を増してていいるるような気さえするっていうなすすっところもあります自分のことをなんか俯瞰的にいじれるようになったっていう部分も含めて手数も増えてる感じもするんですよね。えー、っていうところで、まあ、バキバキにあの和芸の人としての、えー、手数も増えているすごい、えー、でそしてまあビジネスマン企画者としての、えー、ゲームメーカーとしての結果もどんどん出しているっていう意味で成長してる人間ではあるんですけれどもってことは権力めちゃめちゃ強くなってるんですよね。た、えー、ただだの1タレントとして売れっ子だっ子 で、冠番組持ってるよねっていう立場だったところから、いや、松本さんがいないとまず企画ができないんですよっていうところ、えー、で思いついたとしても松本さんの名前がないと人が集まらないんですよっていうところも含めてですよね。えー、松本さんがいないと成立しない番組とか企画っていうのが、えー、結構いっぱいあると。 で、もだからって、その今回の件で松本さんが退場することっていうのが損失だから松本さんを退場させてはいけないっていう、なんかすごい安直な論説っていうのが X とかで見られますけれども、それは僕は意味わかんないなと思っていて、あの、それとそれとこれとは全く別でしょとは思うんですけれども、そのぐらい権威が、権力がめちゃくちゃ増していた歴史っていうのを語らないと、今回の件を語ることはできないと思います、僕は。はい。 っていうですね、どんどんこう巨大化していった。父ちゃんの退場とともにですね、大日本人松本人たちが巨大化していった。しかし、その巨大化に本人は無自覚で、ここはもう本当に僕の中の妄想文学ですけれども、本人の、えー、自分の自分自身の権力。 自分の、えー、パワーの強大化、権力化っていうことに関しては、無自覚で、えー、怯えている中で、えー、肉体を、えー、焦っている中で、肉体はでかくしないと不安だっていうことを考えると非常に悲劇的だなということも思うわけです。えー、で、これだけなら良かったんですよ。 これだけならよかったんですけれども、別のファクターがあります。えー、これはですね、僕的には2009年の放送室終了と、えー、ワイドなショーのスタートですね。えー、ワイドなショーのスタートちょっと何年か調べるの忘れちゃったんですけれども、えー、高炭剛さんというですね、幼馴染の、えー、高炭さんがですね、ダウンタウンさんとのこう出会いから書いているあの本とかもあってすごい面白いんですけれども、えー、本当に仲良し、ずっと仲良しのですね、えー、3人組で頑張ってきたと言っても過言ではない高炭剛さんと2人で喋っているラジオっていうのが非常に人気で、僕もこれ中学生ぐらいの時からずっと聞いてましたけれども、えー、なんと2009年に終わってしまう んですよね、でこれはまあ結構ショックだったんですけれどもまあんまあそのリスナーとしてショックだったという以上にですね松本さんの素が垣間見える場所っていうのがこれでね完全になくなったんですよね僕の認識でいうと。でこれは我々としてもまあウォッチャーとしても悲しいなっていうのがある反面。 本人としても結構苦しい部分だったのではないかなと思いまして、で、結果的にその放送室と入れ替わるようにして彼が手に入れたものは何かっていうと、リンカーンをきっかけに始めたツイッターとワイドなショーなんですよね。で、そこではワイドなショーではですね、いろんなこうニュースが飛び込んできて、それに対してダウンタウンデラックスのように返さなきゃいけないというふうに、周りもちょっと圧をかけているでしょうし、本人も思い込んでいるというところで、ダウンタウンデラックスみたいな,こう雑,な雑談の中で、私生活の話をしているタイミングでは人のことをえテレビ局にわざわざですね、ダウンタウンさんにいじられ しているタレントの人をこうバーンととと、えー、してていいじるということは全然オッケかそのための番組ですからオッケーなんですけれどもワイドのショーではですね同じやり口で世の中に実際に存在する被害者とかですね死んでしまった人とかですね、えー、事故とか事件とかですね権力とかをですねいじらなければいけないと、えー、その勉強の準備っていうのは全く間に合っていない状態のままダウンタウン・デラックスと同じやり方でやってしまったので、はあ っていう感じでしたね。その話はちょっと1個前の動画でもしっかりしてるのでぜひ見てほしいんですけれども。えー、で、これは、ま、X、あの、ツイッターを手に入れたっていうこともそうですけれども、あんまりこう、向いてないこともどんどんやらされるようになっちゃったっていうのが、これ、権力の辛い部分でもありまして、 なんか高須さんって僕はあのお会いしたこともないしこれからもきっとお会いすることもないと思いますし松本さんも多分ないと思うんですけれども高須さんがどんな人かは正直知らないですがあのすごいところとしてはですねあの松本さんと対等に話せるっていうところがやっぱめっちゃすごくて基本的には松本さんと高須さんの意見が一致することって放送室の中でもまあ少ないとは言わないですけれどもどちらかというと反発することの方が多いしその時の方が面白いんですよねいや自分それは変やでとかおかしいで。 というところからなんでやねんなって言ってこうガッと話が盛り上がっていって脱線していってワーっといくっていうのがまあ漫才の基本的な作り方でもありますしえ高須さんと松本さんの関係性っていうのが本当にこう松本さんのあ本当に思ってる部分っていうのはこうなんだなでその中でこう有害な部分加害的な部分っていうのもこう今音源で残っちゃってる部分っていうのもまあいっぱいあるんですけれどもそれがこうある種のガス抜きにもなっていたと思うし否定されるっていうことの体験でもあったと思うんですけれどもそれがなくなっちゃったんですよね。 で、その、いじられている様子っていうのも、なんか、まあまあいじられている様子は僕はすごい好きなんですけど、見るのをね。えー、若手芸人の人に、例えばその、ボル塾のアンリさんとかにね、えー、わーって言われてるときとか、あの、すごい、可愛らしいというかですね、うん、なんか、 孫が暴れてるのを見てるおじいちゃんみたいな感じになるっていうところもあって、でもなんかそれしか回路がなくなっちゃったんですよね、素が見えるタイミングっていうのが。え、っていうのは結構不幸なことだったんじゃないかなと思いまして、え、で、これは別に彼を擁護しているとかっていうことでは全くないです。全くないんですけれども、あの、ある意味こう不幸な状況っていうのは成長できない状況、裸の王様になる状況っていうのは完全に出来上がってしまっていたっていうのは、あの、いろんなですね、ある意味こう、本当に成長だけを目指している人間だったら、 え、幸運、ラッキーというようなことでもあると思う。天才としてはラッキーなことだと思うんですけども、一人の人間としてはですね、不幸な状況というのがめちゃくちゃ出来上がっていた。で、全く勉強ができないっていう状況ですね。勉強をするチャンスとか、モチベーションが作られようがないという状況が、どんどんですね、権力化、権威化していく。そして自分でその権力にあんまり気づけないっていう状況で、できたというのは非常にあり得ることなんじゃないかなということをですね、考察しております。うん。だからって、だからってっていう話も最後に ささせてください、えー、でこのね巨大化願望肉体巨大化願望っていうのがまあ,ありましてでそれが、まあ、その <laughs> これはまあ半分冗談ですよ本当にそう思ってるわけじゃないですけど、えー、それが、まあ、その自分の権力の無自覚性だっていうこともまたそのちょっと、えーまあ、直接本気で言ってると思って直接批判されたらそれはそれであの落ち着けっていう話になっちゃうんですけどあの自身の、ね、権力の巨大化となんかその勉強しなきゃっていう意識がないっていうことはそれは本当に真面目に直接関連してると思っていて。 権力を持っちゃった上でも勉強する人はするんですよね。っていう。うん。で、その、性的な健常してくる後輩がいるという構造もさ、別に彼が発明したものではないと思うんですよ。昔もあったものだと思いますし、えー、これは別にお笑い芸人さんに限ったことではなくて、本当に古い体質の、えー、会社、ビジネスの世界とかもそうだし、えー、まあ、ちょっとね、反社会的な世界とかだったら非常にこう、あることだと思うんですよね。えー、ただ、 うんそこに乗らない人もいるんだよね。で、そこに乗った上で、あ、乗っちゃってた、やべってなって、どっかで気づいて降りる人もいるんだよね。で、降りた上で反省してる人もいるんだよね。で、降りた上で反省していて、で、それをですね、まあ、例えば本人の言い分では大げさに書かれたというふうに思っているのかもしれないんですけれども、大げさにガーッと言われて、報道されて、バーッと、えー、不当にですね、叩かれている自分の、 これからやろうとしているお笑いの実験のアイデアもいろいろあったのに、それをやめさせられるというのは不本意だということで反論したくなる、カーッとなる気持ちもあると思うんですけれども、全く同じ状況でもね、勉強する人はするんですよね。てか、ほとんどの人はしてるんですよね。で、本当に理解はしてないと思いますよ。最近はコンプラが難しくてさ、とか、最近はジェンダーの問題が難しくてさ、とか、最近はハラスメントが難しくてさ、難しくてさーって言ってる時点で分かってねえじゃねえかよと思うんで、僕はそういう発言めちゃくちゃ嫌いなんですけど、まだましですよね。 え難しくて、うるさくてって言って我慢してる方がまだマシですよね。直接的にですね SN、SNS でセンシティブに扱わなければいけない問題のえこと、自分が不当に扱われているとしてもですよ。に対して、回すとか横、横棒で伸ばして回すとか、ファイティングポーズを取ったりとか、するっていうことをダメだと、誰も教えてくれない裸の王様になったということに関しては、本人の うん。不勉強。徹底して不勉強を貫こうとしている人なので、お笑いについて以外勉強するつもりがないっていうことだと思うんですよね。で、これはもう本当に言われたくないと思いますけど、えー、松本人志さんの映画をですね、まあ見てきてる自分としてはですね、映画についても勉強する気が本当にないんだな、この人はっていう、えー、ことは本当に常々思っていたところで、 うん勉強しなくてもいいという世界観を作ってしまった人でもあると思うんですよね。えー、で、これは僕はあの、もう本当暴論ですけど、石原慎太郎が、えー、ガッと広げてですね、えー、石原慎太郎は差別をしていいという考えを広めた人でもありますからね、えー、石原慎太郎が広げて、で松本人志さんが、あの、あんまりこう本当に、 本当にその <laughs>、言ってしまえば別に、そのお笑いの瞬発力はある人ですけれども、頭がいい人っていうか、その勉強に関してのリスペクトというか、勉強意欲がある人ではないので、え、無自覚にそのイデオロギーを広げてしまった。で、え、その後に、え、それをですね、分かってて悪質に広げたのが、え、2チャンネルを作った人ですね、というふうに思っていて、僕はその3兄弟だと思っているんですけれども、え、彼のですね、本当に不幸な部分もあるし、不勉強な部分もあって、それを両方語らないことにはですね、え、今回の現象を語ることにはならないんじゃないかということ と思っておりまして、これはですね、常々言いたかったし、それを語るタイミングに来ているなという話でございました。はい、えー、皆さんもなんかね、あの思うことあれば無理にじゃなくていいですよ。これに関、なんかね、その分かってることが少ないのに無理にコメントをしようとするっていうことがですね、えー、本当にダメなことだなということを今回のことですごい思います。はい、えー、という。 感じで、えー、引き続き需要があれば怒られない限りは何本か動画を出していくかもしれないですけれども、あの日夜刻々とですね、状況が変わっていまして、それに関して全てにですね、こう、目をギンギンにして、えー、目くじれを立ててみてですね、えー、ウォッチしてですね、一回一回感想を言うということはですね、誰も求めてないですね <laughs>。 え、それをですね、わざわざ、なんか、チャンスだとばかりにやるというのはですね、非常に下品な行為だと思いますので、見る YouTube などはですね、ぜひ精査するのがおすすめでございます。はい。えー、というわけで、さっきも言ったかもしれないですけれども、あの、編集は基本的にこの松本人志シ,シリーズでは消されるリスクがあるのでやらないので、えー、ぜひともですね、切り抜きはですね、えー、勝手に流さないでください。切り抜いて、あの、編集してテロップつけたものがあれば、僕の何かしらの DM とかメールアドレスとかに送ってください。以上です。 えー、あまりにもね、ちょっとね、YouTube に結構有害な松本人志さんについてって書いてある動画が結構多くてですね、えー、なんかわざとやってんのか、本当に。 間違えちゃってるのか知らなないですけどなんか複数のレイヤーに分かれてる話なのになんか論点をわざと一個に絞ってそこに関しては自分は知ってるんですよみたいな風、えー、な感じで全部分かってますみたいな感じで断言する口調で喋っている動画っていうのが、えー、なんか異常に多いんですよね、えー、で僕普段そういう人の動画を見ないんですよなんか事件があったりとかセンセーショナルなことがあった時に、えー、それに乗っかって便乗する動画っていうのを常に出してる人たちだと思うんですけれども、えー、まあ登録者100万人とかいる人とかもまあ何人か中にはいましたけれど えー、わざとやってんのか本当に足りないのか。えー な何ていうのかな本当に考えが足りないのか焦ってるのか何なのかそれがもう本当に癖になっちゃって本当に正しいと思ってやってんのかわかんないですけれども、あえてですね、論点を一箇所に絞って喋ってる人に関しては基本的に信用してはダメです。嘘嘘です。で、考える余裕がない人とかをフォロワーにして登録者にして、そういう人たちをカモにしてビジネスをやっていくっていう人たちであるっていうことが、今回の件に関して、僕は少なくとも報道されてる事件に関してですね、そのホテルのスイートルームで夜な夜なですね、計画 比較的に、えー、女の人をですね後輩の芸人さんが集めて、えー、性的に献上するということがのよ,よ,ような行われていたという一連の報道の内容に関してですねそれに対する、えー、吉本さん、えー、吉本さんですか、えー、会社の名前僕ちょっとよく分かんないんですけれどもと松本さんご本人の、えー、対応に関しての、えー、こととは別ですよ。その報道されている内容 事態に関してだけの、えー、ことについて、論点は僕ね、6個ぐらいに分けられると思うんですよ。6段階ぐらいのレイヤーに分けられると思うんですけど、えー、それをあえてですね、1点とか2点とかに絞って解説してる人、これは、えー、もうですね、今日、今日限りにですね、バッサリもう見ないようにした方がいいと思います。あの、本当にやばいと思いますね。で、えー、ましてやですね、文、えー、春と、えー、その、 ご本人ですね。えー、の主張がどっちが正しいのか、白なのか黒なのかみたいなことをですね、えー、外野から分かるわけもないのに、白に決まってる黒に決まってるって言ってる人たち、これも怪しいです。これも嘘つきです。なので、えー、今後見ない方がいいと思います。僕の、僕の意見ですよ、これは。えー、僕の方が怪しいと思う人もいるかもしれないですけれども、えー、分かるわけないのに、白だ黒だわーわーって言って数字を稼いでる人、これは、あの、めちゃくちゃ怪しいです。はい。で、えー、論点が複数に分けられるっていうことが分かってるのに、部分的に喋ってる人たちも怪しいんですけど、えー、僕なりになんとかですね、 えー、本当は分けようと思えばもっとね、10段階ぐらいに分けられると思うんです。ちょっとあまりにも、えー、動画が複雑になっちゃうと思いますし、えー、テロップをですね、ちょっと編集を、えー、ちょっと都合上できないんですよ。動画をすぐ消さなきゃいけなくなる可能性もあるので、編集が、えー、割に合わないので,でき、できないんですけれども、えー、もし、もしですね、テロップとかつけてくれる人がいたら、切り抜きでどっかに勝手に流すんじゃなくて、僕に何かしらのアカウントで送っていただきたいんですけれども、えー、あんまり複雑になっちゃうとね、ノーテロップの動画で複雑だとしょうがないので、一応六点に絞りました。えー、で、 僕別に何の専門家でもないんですけど、ちょっと考えればわかるんですよ。ちょっと考えれば6段階ぐらいには分けられるはずなのに、登録者100万人とかの影響力のある人が、2個とか3個とか、ひどい人は1個とかの論点の話しかしてない。しかも、白か黒かやったかやってないかの話しかしてないみたいなえものに関してはとてつもなく悪質だということを今からえ6段階に分けて説明することによって分かっていただければと思います。まず1段階目、丸1。 これは性加害かどうかというところです。これはあの非常に社会的にも重要なポイントで、えー、これは報道する責務というか義務というか義理があるなというふうには思いますよね。で、えー、最初にですね、去年の年末、2023年の12月に出た報道に関して言うと、えー、性加害疑惑の証言だというふうに言えるものだと思いました。えー、で、共用なのかどうかっていうことに関しては、これかなり争う、えー、まあ弁護士さんのね、出している動画とかは何個か、3個くらい見たんですけど、それは結構基本的にはまともだなと思いました。えー、法的に裁けるかどうかという話をしていて、 で基本的には、えー、刑事で裁くのは難しいだろうという話をしていたので、えー、だとするとそういう不快な思いをした、えー、方っていうのが週刊誌に垂れ込むということが、えー、正当性が。 わかりやすく説明されている動画だと思いますので、えー、弁護士の人が喋ってる動画、僕は何個か、再生数高いものに関しては見たんですけど、結構良かったなと思いましたので、えー、そっちを参考にしてください。で、えー、これ刑事事件になるっていうのは、この丸1の段階までですね、成果外かどうかの段階までですね。で、去年年末に出たやつに関しては、成果外っぽかったんですよ。で、性加外だよね、というふうに解釈できると思ったんですけれども、えー、少なくともね、今週出たものに関して、第3弾の報道になるのかな、えー、に関して言うと、 性加害とまで言えるのかどうかっていうところですね。ちょっと微妙だねっていう、第一段階の問題として整理するのは難しいよねっていう風になってくると。 で、じゃあ、そこは何なのかっていうと、まるに、えー、これは権力関係に基づく性的関係の強要じゃんっていう話ですね。えー、無理やり体を押さえつけたりとかっていうする、その強姦的な、えー、こと、純強姦とかいろいろありますけれども、そういうこと、犯罪にできる、えー、加害性があるとか、そういうことではなくて、えー、わかってるよなっていう、えー、迫る形ですね。圧力をかけて行為をするっていうこと。えー、で、これはあの、芸能人の卵という形で、えー、女性がですね、表記されている人がいましたけれども、そういった人が芸能,芸能界のドンである人、 芸能界の権力者である人のそういう行為のオファーっていうのを断ることっていうのが実際に密室においてできるかどうかっていうことですよね。でこれは刑事事件で裁くっていうのは無理だと思いますし法律的にアウトかどうかも難しいしなんなら。 人によって性加害かどうかっていう認識はちょっと変わるかなと思います。僕は、えー、性加害っぽいなと思いますけれども、いや、それは性加害とは言えないんじゃないのっていう、その、権力関係で迫られたことない人とか、えー、っていうのはちょっと想像つかなかったりする人によっては、人によっては性加害じゃないって。 言うかもしれない。でも、権力関係に基づく性的関係の強要じゃんっていうツッコミはできるレイヤーだと思うんですよ。で、それはやらないべきことだしね。えー、っていうそのモラルの、えー、段階に、丸二から入ってくるんですけれども、権力関係、えー、権力が不均衡な状態で性的なオファーをしてるじゃんかっていうところが丸二ですね。で、丸三、これ騙しによって誘導してるじゃんっていうところですね。うん。えー、で、これはだんだん、その、女性の被害とか、えー、被害者の女性の人権的な問題とか、えー、っていうこと、 ではなくなってきますね。この下に行くにつれて、その松本さん本人の、これあれですよ。僕は事実を確定したと言ってるわけじゃなくて、事実があったとしてという場合ですね。この報道内容に関して、これ考える練習にしましょうという動画なんですけれども、その中心にいる人物ですね。の周りにいる人への迷惑っていうことにだんだんなってきます。レイヤーを下げていくことにね。で、この丸3は騙しによる誘導じゃんかっていう側面なんですけど、あのー、これはその中間ですね。ひどいじゃんっていうことと、ダサいじゃんっていうことの中間と言えば分かりやすいかもしれないんですけれども、 え例えばそのワーキャー時代っていうのがまあ、え、あったと思うんですよ。え、とにかくですね、若い女の人とかがこうバーっと押し寄せてきて、え、こういう言葉僕はあんまり好きじゃないんですけど、抱かれたいという言葉がありますよね。え、女性が男性に抱かれたいという言葉があります。僕は、あの、女性が男性を抱いてもいいだろうと思うんですけれども、え、抱かれたい、抱かれたい、抱かれる前提で、え、ホテルまで押し寄せてくるとか、え、電話したら電話一本で来るとか、え、ホテルの鍵を渡したらそのままホテルにえ裸同然の格好で来るとか、まあそういう、まあ時代っていうのがまああったわけですよね、多分ね。うん。で、まあ、グルーピーという、まあ、死語があった あったりとか、えー、口にも出したくないようなですね関西の汚い、えー、カタカナ4文字の言葉があったりとかしますけれども、えー、とにかくですねその性的関係前提でわざわざ密室に来るという、えー、関係性というのもまた、えー、芸能人とファンの関係性というのではまあ、あったわけですよねそれではないということですねこの丸 ③ の段階っていうのは えー、ップがいいますよととうことで、途中までででで誰か知らせなないいい来てるるのの特ににファンじゃないのに、えー、関係を持たされるととうことですよねでましてや、性的関係がそこで持たされるとも思ってないっていうことで言うと、その、えー、だからに来てるみたいな、えー、古い時代のグルーピー的な感覚よりもこう2段階ずれてるってことですよね。<laughs> そもそもファンじゃないし、あなたも。有名だしあの、テレビで見てる時にはちょっと見ちゃうぐらいには好きかもしれないし、えー、すごい人だとは思っているけれども、えー、別にファンじゃないです。 でそして性的関係を持つつもりで来てないですっていうその2段階おかしいじゃんっていうことがえこの「3」の段階ですね、うん、で「4」はですねえ計画的的常習的にやってるじゃんとということですねえでここまで来るとその倫理的にとか人権的にとかっていう話ではだんだんなくなってきて「ダサいキモい」という話にだんだんなってきますね、えー、ずっとやってるじゃんっていう、えー、ちょっといい感じになったたまたま どこかで1対1で知り合った人とか、えー、合コンでたまたま知り合った人と、えー、いい感じになって自分はいい感じだと思っていたけれども向こうは嫌がっていたっていうのが、えー、サンプル1で発生したわけではないということですね。た <laughs> たまたまその時のの時気持ちのすれ違いが え向こうは実は嫌がっていたので、性加害になってしまったけれども、こっちは恋愛だと思っていたっていう、たまたま発生した事件じゃないということですね <laughs>。偶発的に発生したすれ違いではない可能性が高いということですね。で、これは1個の報道だったら分かんないけれども、少なくともですね、この携帯を没収してっていうことが本当だったりとか、各地ですね、東京だけじゃなくて、いろんな各地で行われていたっていうことの手口が、大体同じだという証言がもう上がっちゃってきてますから、それを本当だとするんであれば、これは常習的、計画的じゃんっていうことが、どん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 裏付けられているわけですね。 人権的にとか倫理的にととかっていいううよりもキモいというジャンルの問題になってくるわけですよはいなのでこの辺を整備しないで「キモいよね」とか「人権的にひどいよね」「いやひどくないよね」とかっていうのを、えー、わざとですねわざとね頭いい人とかがねこの6レイヤーの話をですねごっちゃにして自分の都合のいいように喋ってるなっていうのをね結構見かけたり読んだり、えー、聞いたりするんですよねっていうのが、えー、非常に僕がここ2週間ぐらいでモヤモヤしている部分なので、えー、我慢できずに動画を撮っています。はい でそして丸5はですね後輩芸人に世言行為をさせているっていうことですねうん。で世間っていうのはその男の人が女の人を。 えー、権力者に向けて提供するという捧げる献上するというですね非常に、まあ、おぞましい昔じゃんということですけれども、えー、これが後輩芸人というのがですねキモいよねっていうそのパワハラ的な側面というのが、まあ、指摘できなくもないということですねしかしまあこれは結構後ろの方に入ってくる問題だなと思いますし、まあ、分かってて参加してるじゃんということでもあるんですけれども、まあ、その後輩へのパワハラ的側面というのもありますしこれはもともと松本さんが発明したシステムでは僕はないんじゃないかなと思ってて別に聞いたことはあるしとかそういうことはあるだろうなっていうのは。 えー、そのまあ結構黒いタイプの会社とか、えー、反社会的な組織とかだったりするとまあ、偉い人に向けてその女の人をですね、えー、連れてきて、えー、献上しなければいけないというシステムっていうのはまあ昔からあるものだとは思うんですよね、えー、それを表に出る人たちが、まあ、この後に及んでやってんのかいっていう話ですよね突っ込むとしたらね、えー、だからキモいホモソー悪臭ホモソーシャルな、えー、悪い習慣のですね拡大再生産を まだやってんのとかえ、そんな立場の人がやってんのとか、あ、そんなのまだあったんだっていう、フルとか肝とかっていう、まあ、驚きになってくるっていうのがこの丸5の段階ですね。はい。で、まあ、後輩芸人も可哀想だよね、みたいな。えー、一回それたまたま、 連れてきた女の子が可愛くて、ノリのいい、みたいな感じで、なんか、うまくいっちゃったり、みたいなことがあったら、また次も頼むわ、みたいな感じになっちゃって、そういう呪縛に縛られていて、後輩の人も嫌々や,や,やっていたとか、そういうこともまああったりするかもしれないから、それはパワハラ的側面でし、まあ断れないでしょうしね。っていうことも含めると、後輩も可哀想だねっていうことでもあるんですけれども、どちらかというと、これまた、またどんどん別の問題になるし、これはもうちょっと混乱するからあんま言いたくないんですけど、その後輩芸人さんの名前が、 まあポンと多分毎週出てくるわけですよねねこれからねでそれを例えばじゃあ裁判に勝って松本さんがえ復帰しましたということになったとしてもいやでもあの時にそういう圧っしてた人でしょっていう松本さんほどの,その知名度の大逆転のパワーとか人気とかカリスマ性とかも持ってない人がどん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 その黒い名前になっていくっていうことですよ。 で、その人たちがじゃあ100%どのぐらい悪いのかっていうことになってくると、それはもう想像するしかないよなっていう気が、えー、するんですよね。っていうところの、えヤ、ー、もやもや感も結構あるわけですね。はい。でもまあみんなでその気持ち悪い、えー、古いですね、えー、ホモソーシャルの、えー、悪臭、えー、古いことをずっと古いダサいことを結構最近までやってたんですねっていうのは、これはもう社会からすると肝っていう、えー、リアクションですね。これ人権的にどうとかっていうことではなくなってくるかなと。で、丸6、えー、ここまで5個。 段階を説明ししてきましたけれどもマルは不倫ですねご,けご,家ご家庭があるご結婚されているのに不倫をそんなにしょっちゅうやってたんかいっていうしかも計画的に不倫を後輩を使ってやってたんかいっていうこれもう肝っていう話ですよね。うん、でまあその 別に僕は不倫報道っていうもの自体があんまりこうピンと来たことがなくて、その家族内でえ勝手にやればいいじゃんという、夫婦間で謝って終わりでいいじゃんっていうか、その後夫婦でどうするか決めればいいじゃんっていうことで、社会が不倫を叩くっていう感覚は、僕自身が見込んだっていうところも含めてなんですけど、あんまピンとこないんですけど、だから僕はその社会的なその報道する正当性っていうことのえランキングで言うと、不倫というのは丸6に入りますね。 うん、これはもう結構個人的な話かなと思います。えそれに対して公益性が高いえ。報道する公益性が高いっていうことでいうと、性加害かどうかっていうのが、えー、1個目にきますね。はい。で、2個目が権力不均衡に基づく性的関係の強要じゃんっていう部分。で、丸さんが、えー、騙しによって誘導してるじゃんっていう部分。えー、その性的関係を持つつもりで来てないじゃんっていう人、ファンじゃないじゃんっていう人に、えー、誘導してるじゃんっていうところが悪質だよねっていう悪質性ですね、丸さんはね。で、丸4は計画性、常習性、キモいっていう部分ですね。えー、で、丸5後輩芸人に、えー、圧倒させてい いるこれもまあキモいひどいっていう部分ですね。で「丸6が不倫これはまあ勝手にしてくれって感じですね。えー、でこの問題をなんか影響力のある人が結局不倫問題でしょみたいなことを言ってる恐るべきえ鈍感な人っていうのがですねえ非常にうーんなんか発信力をなぜ持ってるのか正直知らないですけどまあ誰のことかは特定できないように喋ってるんで誰が誰がとかそういうことではないんですけれどもえわざわざですねこの段階に整理しないで喋ってる人がたくさんいるのはこれ何なんだろうなっていうのはえ非常にうーん。 なんか、そういう時代なのかな ?YouTube ってそうなのかな ?SNS ってそうなのかなっていう。だとしたらなくていいよ、そんなもんって。えー、思いますし。えー、僕は別にこう、報道の内容自体が全部黒だというふうに思っているわけではないし、ちょっと過剰に報道されてる部分もきっとあるんじゃないのっていう気も、えー、別にしてはいるんですけれども。えー、だからって、現時点でこれは黒だ。 文春だから絶対正しいですとか。文春、週刊誌に自分は書かれたことあるんですけど、週刊誌はひどいので全部嘘です。いや、それあなたの時そうだっただけでしょっていう。記者も違うかもしんないじゃんとか、今回のことだから本気でやってるかもしんないじゃんとかっていうことはえ含めずにですね、週刊誌は全部嘘ですみたいなことを言ってる人とかは、いや、意味が、それを言ってどうなるのとかも思いますし。で、今、我々ができることっていうのは、性加害の報道っていうのは、これからもですね、きっと出てくるとは思います。その、今回の人じゃない他の人に関する報道で、我々が身近な知っている人に関する報道 っってていううのとと出てくると思うんですよ、えー、でそんな時にどうやって向き合えばいいのかこれは何の問題なのかっていうことをですね、えー、私別に本当に何の専門家でもないけれども今の6段階ぐらいにこうパーって考えるって別にあの本当1分ぐらいでできたんですよ。でそれって別に本当に何か頭のいい悪いとかそういうことではなくて考える練習ができればそれでできることなので例えば「九九」みたいな感じで、えー、サザンが「九」とか「四肢十六」みたいな感じでパッとできるようになることなんですよ。うん、でそれをみんなができるようになるように今回のことを、まあ、もちろん被害者の方もいらっしゃる っていう告発なので、えー、そのなんか便乗するっていうつもりでは全くないですけれども、えー、今回のことをですね不幸、えーまあ、中の、えー、学びの機会とするんであるならば、えー、それはですね、えー、みんながこれからパッと新しい報道が出てきた時にそれをどのぐらい鵜呑みにしないでどのぐらい自分の頭の中で細分化できるかっていうことだと思うんですよせっかく松本人志っていうみんなが興味ある人物の名前でいろんな報道とか動画が出てるんだから。にもかかわらず「いや白に違いない」とか「いや黒に違いない」とか「いやこのあと絶対こうなります」とか。 えー、っていうことを、わざわざ論点を絞ってですね、わざわざわかりにくくですね、ずっと喋っている人のことを信用しないということに気づく機会にしましょうということが僕は言いたいですね。はい。かといって僕が、あの、完璧な説明であるともそんなに思わないですし、あの、僕のことをわかりやすいというふうに思っている人も、あなたも危ないかもしれないですよということで、えー、どんどんですね、なんていうのかな、バカ炙り出し装置というかですね、 えー、バカがバカをバカにしてっていう、本当にひどい時代になってきていますから、自分で本当に考える力を身につけないと、どん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 ですね、えー、SNS で間違ったことを発信してしまうということになってしまいますよ。はい、気をつけましょう。以上。 で今回はですね、謝罪しなければいけないことがありますという感じのタイトルにしてると思うんですけれども、えー、松本人志さんが、えー、なぜですね、裸の王様になってしまったのかということをですね、えーま、性加害についての報道の、えー、ベース、発端としたですね、今回の事件ですので、余、え、波、ー、波紋というところも含めてなんですけれども、私が一点ですね、えー、明確に事実ベースで批判していることっていうのは、えー、あくまでですね、勘違いしてほしくないのは松本人志さんの、えー、SNS での発信、えー。これだけは間違っていると、確実に間違っていて、えー、それ以外の部分っていうのはですね、あくまでも、 え、性加害の部分に関しては、こうだとしたらダメだという、え、過程に基づく批判ですね。え、そして、作品っていうのは、過去に出してきた、え、遺書ですね。え、とかですね、映画の作品とかですね、過去の映像作品とか、放送室で話してる内容とか、そういったことに関して喋っているのは、え、あくまで今回の報道とそれを結びつけて、非難しようとか、批判しようとか、そういうことではなくてですね、え、松本人志さんという、え、歴史的人物、歴史上の人物ですね、もはやね、え、について、考察する、論評する、論考するという形でやっているというところは、私は一応、 切り離してお送りしているというつもりですので、そこはご了承いただきたいと思います。で、えー、今回ですね、謝らなければいけないことというのは何かというとですね、えー、あの松尾トシさんが なぜ裸の王様になってしまったのか、裸の王様になってしまったというその前提で喋ってるのも失礼な話だと思うんですけれども、SNS を見ると少なくとも、えー、新しいことに関して勉強する、えー、リテラシーとかですね、意欲とかっていうのがないままですね、権限だけが強くなっていった、えー、特にですね、ここ15年間ぐらいですね、えー、父ちゃん、島田俊介さんの、えー、引退以降の12年ぐらいですかね、えー、っていうのは特に客観的に見てもそういうふうに判断できるのではないかという私の、えー、歴史的分析というのを、えー、このチャンネルではお送りしているんですけれども、その中でですね、一つの考察要素として、 超有名人人トップのの芸能人の中ではです、ね、非常に珍しいぐらいですね、異業種の交友関係っていう話がほとんど出てこないっていうことと、あとはですね、趣味がお笑い以外になかったのではないか、お笑いとお酒と女の人ということ以外になかったのではないかというですね、これはちょっとですね、深入りしすぎた考察かもしれないですし、存命の人物に対してやる考察としてはですね、若干オーバーキルな部分もあるかなと思っているんですけれども、その中でね、 これまで放送室を聞いたりとか、まるの話とかですね、浜田さんとのトークとかで出てきた部分で、明らかに私の考察として足りなかった部分があります。で、それは趣味の中で、松本さんが公言している趣味っていうのが少なくともですね、 まあ、二つはあったなという話ですね。で、それはゲームと格闘技ですね。で、ゲームは、えー、プレイするのが非常に好きだという話を結構していまして、自分ではゲーマーの自覚はないんだけれども、ゲーマーだとよく言われると、えー、妻にも言われるという話をしていまして、確か2011年だったかな、えー、宮本茂さんというですね、世界的に有名なゲームクリエイターの方と対談している、えー、NHKBS だったかなの番組の、えー、対談というのが非常に素晴らしくてですね、僕はそれを結構繰り返し見聞きしているんですけれども、えー、その中で、 これまでやり込んだのめり込んだタイトルっていうのが大体10個ぐらいありましてその中の半分は宮本さんとのやつなんですよという形でえかなり熱意を持ったえートークをしているっていうところがあってその対談非常に見応え聞き応えありますのでえどこかで探してみていただきたいなと思うんですけれどもえこのゲームが趣味だというところはですねえこれは結構松本人志さんを研究して考察して論評して語るということにおいては割と見過ごせない部分なのかなと思いまして「無趣味だ」というふうに言ってしまってえ本当に申し訳ございませんでした。 はい。という感じでございます。で、松本人志と,とゲームということは、これ結構ね、繋げて考えると非常に、これもまた面白いところがありまして、もちろんその性加害の報道を発端にした今回のですね、波紋ですので、面白いという言い方はちょっと不謹慎かもしれないんですけれども、かなりですね、興味深い部分というのがあります。で、これですね、過去に10個やり込んだタイトルがありますと言っているんですけれども、その10個って、実はですね、松本人志さんに詳しい人からするとですね、ほぼ特定できるんですよね。 ま、あ恐ろしいことだと思いますけれども、え、それぐらいですね、放送室が終わるまでの間っていうのは、かなりですね、実はプライベートを切り売りしてくれていたえ芸能人なんだということですね。え、それ以降はですね、パタリとえ自分の思想をですね、え、ま、ワイドなショーとか、え、SNS で出すということだけになってしまっていってから、え、かなりですね、え、おかしな方向に行ったんじゃないかというのが僕の指摘考察なんですけれども、え、それまではですね、かなりいろんなことをえ出してくれていたんですよね。で、十個、僕はね、本当にゲームに全く、え、造形がないので、これちょっと的外れな、えー、 読み方とか間違ってたりしたら恥ずかしいんですけれども、えー、マリオシリーズですね、スーパーマリオシリーズということだと思いますと、えー、マリオカートの話っていうのもしています、えーで。あとはですね、ワンダと巨像というですね、えー、このなんか変なゲームやねんみたいな感じなんだけど、ハ、え、マ、ー、ってるということをですね、確かリンカーンで熱弁しています。これは有名な動画が出回っていたりしますので、これ知ってる人も多いんじゃないかなと思いますし、このワンダと巨像というのはですね、これはかちょっと陰謀論になってくるんですけれども、私が指摘している松本人志巨大化願望説というですね、大日本人になりたくて、 筋肉をつけ始めたというこの2つの時期が一致しているという私の説ともうですね、虚像というのはですちょっと一致する部分がありまして、巨大なものへの憧れがあるんじゃないかみたいなですね、考察もできるという、そしてピクミンですね、ピクミンシリーズについての熱弁というのも、これも結構いろんな有名な動画がありますし、宮本茂さんとの動画、対談の中でも、ピクミンについて熱弁をものすごく振るっています、あれはもう人生を学べる素晴らしいゲームですよねっていう、松本さんにしては珍しくですね、 ピクミンは素晴らしいですよ。っていう、その、素晴らしさを何かこう、比喩で例えたり混ぜ返したりするのではなく、え素晴らしいですよ。はぁ、あ。 っていう一幕もあるぐらい。これが松本人志の映像として非常に、えー、珍しい瞬間かなと思いますし、そのぐらい、えー、ピクミンにはハマっていますね、えーで。それを宮本さん本人にも熱弁しています。宮本さんが目の前にいるのに、宮本茂さんが目の前にいるのに、宮本さんに熱弁をしちゃって、えー、そのスタジオがですね、ちょっと和やかな、松本さんやばみたいな、こんな松本さん初めて見たみたいな空気で、ごははとちょっとね、えー、珍しいタイプのスタッフ笑いが起こっている、えー、ような空気もちょっと感じられたりしますね。えー、そして、ドンキーコング。 え、もうハマってるという話を、これ、浜田さんとのトークでしてるところがあったりします。そして、ここまで、マリオシリーズ、マリオカート、ワンダと巨像、ピクミン、ドンキーコングと来て、テトリスですね。テトリス有名ですよね。テトリスは自分めっちゃ強いという話をして、え、へいへいへいで宇多田ヒカルさんと対決したり、その後、アムロちゃんとアムロナミエさんと対戦したりしてる動画っていうのは、これも神動画として、もはや誰に権利があるのかわからない、もうガビガビの違法天才、違法天才、違法天才違法天才されて、もう画素がですね、荒々になっちゃってる動画 全てのネットの世界で出回っていますけれどもえこたつでえみかんがあればえみかんがあればじゃないやこたつでパジャマがあればえ自分は強いというふうに言ってみかんも含めて用意してもらったんだけどそれでも安室さんに負けてしまうという,えこうお笑いをやってますねえであれはあの後に放送室でえ文句を言ってますねえ対戦形式になるとなぜルールが増えるのかっていうことに納得いかないんだということを高須さんに向けてえ言ってますそれぞれが自分で努力した結果で競いたいんだというえ話をしているぐらいですねえかなり こうテトリスにはこだわりりがあるし、えー、実際かなり強いですよね、えー、宇多田ヒカルさんと村上さんがやっぱ強すぎるしやっぱりこう、えー、接待だから、えー、ホストとして、えー、番組を盛り上げなければいけないということでまあ負けるというのはやっぱりこう芸人としても、えー、頭の中で決まっているでだからといって手を抜いてるということではないと思うんですけれども、えー、本気で本気でですね1週間、えー、頑張って。 練習してくださいみたいなことをやったら、まあ相当なプレイヤーになるんじゃないかみたいな、え、ぐらいですね、ハマりようは見せているということですよね。テトリスイコール松本ひとしさんのイメージは結構強い人も多いと思います。そして、え、鬼武者。 というのもあります。これちょっと僕あんまりよくわかんないんですけれども、ハ、え、マ、ー、ってるらしい。で、アクトレイザーというのも非常にハマっているらしい。で、天中というのもハマっていますね。で、この時点で9個なんですよね。なので10個ぐらいありますって言っている中の9個、あ、そしてゼルダですね。ゼルダもやってますし、という話をしてますし、宮本茂さんとの対談でも言ってますので、10個ぐらいの10個はですね、もうほぼ特定できてるんですよね。っていうね、あの非常に面白い考察がここから広げられるんじゃないかなというふうに僕は個人的に考えています。で、 このですね、天中という、えー、ゲームに関してハマっていると公言したのは、えー、2018年8月12日のワイドナショーなんですよね。えー、そこで、えー、なんとですね、えー、くしくもスピードワゴン小沢さんがゲストコメンテーターとして来ていまして、えー、ゲームについて語るという一幕があって、それはですね、記事にもなっていまして、今、えー、一字一句文字で読めるようになっているんですけれども、えー、ゲームに関してまあまあやりましたけど、えー、ファミコンじゃなくてもうちょっと新しいんやけど、天中かな。 そ当と後ろから近づいていって首絞めて殺すゲーム、カッ笑いと天中について説明したという記事が書いてあります。で、その場にいた東野幸治さんから、クリアすると敵がどんどん強くなっていくんですかと聞かれると、松本さんは、敵が強くなったり自分の技も増えるけど、気をつけないといけないのは声だめに落ちた時。 落ちたまま天柱しに行こうとしたら、くせえなと匂いで気づかれるから、先に体で体を、えー、先に川で体を洗わないといけないのよ。なんか俺の中で天柱ブームがあったよね、と、当時の思い出を楽しそうに振り返ったということで、天、えー、柱ブームが自分の中であったということは、えー、その入れ込んだゲームの中の一つになってるんじゃないかなという気がします。ただ、えー、これちょっと難しい2018年なので、えー、で、宮本さんとの対談というのは2011年ぐらいだったと思いますので、えー、それ以降に、まあ、ハマった可能性も、えー、あるのでちょっとわからないですね。結構リアルタイムの最新のゲームにハマってるとは限らないという 感じもしますのでこのあたり詳しい方いたらですね他にもハマったゲーム特定できるよということあったらコメント欄でぜひ教えていただきたいと思いますそして他にもゲストやレギュラー陣から思い出のゲームが続々と飛び出した今回の放送だがクシロアナクシロアナウンサーですねがボンバーマンをやってましたと発言した際松本さんがボンバーマンは人生人を爆破したろうと思ったら己も巻き込まれると下り顔で語っていたということでこれも記事になっていますでこれはですねピクミンについて語る時も ピクミンは素晴らしいですよね。人生を学べますよね。と、宮本さんに言ってるんですよね。えー、だからゲームの中で人生を学びたいという、えー、欲求がですね、非常にある方なのかなと思います。で、えー、宮本茂さんとの対談、これ非常にめちゃくちゃ面白いので、えー、ぜひともですね、見られる環境にある方はですね、えー、見ていただきたいと思うんですけれども、NHK で公式に配信されてるかどうかとかはちょっと、えー、把握してないのでわかんないんですけれども、えー、この対談がですね、僕は松本人志の映像の中で非常にとある意味で貴重だなというふうに思っていまして、えー、それはですね、二人、 つまり浜田さんもいないし、例えばジュニアさんとか東野さんみたいな人もいないしというですね、完全に松本ひとしさんピンとその相手という形で、二人で差しで行われている対談の中でですね、松本さんがホスト側を務めながらその対談がですね、中身のあるものとして成立しているという、これ貴重な、これ唯一の例が宮本茂さんとの対談なんじゃないかなと僕は思っています。ちょっと他にも例があるよという方は、有識者の方教えていただきたいんですけれども、例えば北野武しさんとの対談というのは、基本的に僕のカウントでは、 あんまりうまくいってないなという印象です。えー、で映画に関しては、やっぱ北野さん、し、たけしさんが圧倒的に造形が深すぎて、松本さんにですね、ちょっと、えー、膝をですね、曲げながら中腰になって松本さんに合わせてくれているという形が、えー、多いように思います。で、それはちょっとけしさんも、えーまあ、結構年をお年を目されてから松本さんと対談していますので、あんまりこう、松本さんに、えー、こう厳しく当たるっていうのもけしさん側でそんなにメリットがないというかですね、えーまあ、お笑いに関しては松本さんのことを多分非常に認めてると思うんですけれども、映画に関しては 多分そんなななににここううう眼中いいののかととともぶっっちちゃけょ思ろはありましてですねたけしさんが結構松本さんに胸を貸しているという状況に結構見えますし松本さんがそこになんとかですね会話で成立させようとして頑張ってるという感じに見えます。で、もちろんしんすけさん、島田しんすけさん、父ちゃん、父ちゃんですね、と番組一緒にずっとやってましたけれどもそれもやっぱ父ちゃんが家事を握っているところにちゃんとこうはめに行けるかそして父ちゃんの鼻を明かすような感じでちょっと家事をですね 勝手に奪えるかというですねあくまで船長は父ちゃんという形であ島田紳助さんですねこうついていくという形です、えー、で庵野秀明さんとの Amazon プライムでの対談これなんかね配信期間が停止になってしまったのか公式ではもう見られなくなってしまっているんですけれども、えー、当時のみんなのリアクションとしてもですねかなり視聴者のリアクションとしてはかなりですね えー、肩透かしを喰らったというか、え、あんま中身なかったよね、みたいな。えー、お互いちょっと間合いを探り合ったまま終わったよね、みたいな。えー、感想が非常に多かったんですけれども、まあ、実はですね、これ松本ひとしさんが安野秀明さんにうまく向き合えぬまま終わったという印象がかなり強いです。えー、で、これはですね、宮本しげるさんとの対談と比べると、 かなりこれ、差が分かりやすいなというふうに思っていまして、え松本さんはですね、宮本茂さんに対してですね、ゲームの中身についての質問をですね、ドバ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 ですね、質問攻めにするんですよね。で、宮本さんは宮本さんで松本さんのことを、まあ普通にこう生きていく中で、まあお笑いの芸人さんとして尊敬して知っているので、え松本さんの映画の連載とかも見てましたよみたいな感じで、こうクロストークが成立するんですけれども、え安野さんはサービス精神が全くないので、松本さんに対して、え返しとか質問をしないんですよねえ。え Q&A、Q&A、一問一答。 っってて感じで、えー、松本さんの問いに対してすぐ溜まっちゃう喋り終わってすぐ溜まっちゃう。松本さんはどうですかというのも全くないんですよね。えー、だから会話のテンポが成立していないというのが、まあ、えー、これは一つなんですけれども、松本さんの熱量で、まずですね、安野さんに対してと宮本さんに対してでレベルが全然違うんですよね。えー、で 二つ松本さんは結構言っていまして、その没頭してこの世界の中にも入り込みたいとか、マリオの世界を本当に作ろうと思ったんですよとかいうぐらいですね、いかに自分が没入したかということを話すんですよね。これがまず一つ。そして宮本さんの作り手としての脳みそについても聞きたいですということで、物を作るときの考え方とかやり方みたいな感じの外側の話もするんですけれども、外側の話を聞いたときにはですね、 うらやましいですねっていうことをしきりに何回も言うんですよね。これ結構珍しいですね。松本さんの、え二、ー、人で、刺しでいる時の誰かに対してのリスペクトが含まれた言葉としては非常に珍しい。うらやましいですねって、えー、何回もですね、しみじみと言うんですよね。えー、で、できれば番組じゃなく、確かね、松本さんがゲストとして宮本さんを指名したんですけれども、 なんかね、あのー、この場じゃなくて、居酒屋とかでできればお会いしたかったですね、みたいな。えー、カメラを気にせず喋りたかったですよね、みたいなことも言うぐらいですね。もうリスペクトを本当にね、ドバドバと滲ませるんですよね。えー、ジャブジャブと溢れさせると言った方がいいかもしれないです。で、えー、これは僕は二つの意味を含んでいるなと思いまして、えー、一つはですね、えー、もうゲームのメーカー、ゲームメーカー。 えー、ルールメーカーではなくて、本当はプレイヤーに没頭したいんだという気持ちですよね。<laughs> えー、で、この頃にはですね、もうゲームメーカーとしての地位がちょっと始まっている時期でもあります。べらない話とかはもう作っていまして、えー、一本グランプリも始まっているかな、もしかしたら。えー、一本グランプリ始まったばっかりぐらいだったと思います。で、この後にまあドキュメンタルというゲームが、えー、作られる、4、5年後に作られるんですけれども、えー、ゲームメーカーとしての自分のポジションというものに関して、ちょっと、えー、苦しみ始めているのかなという印象があります。 欲求ですよねでそのルールの褒めの部分でも何かこうトレードオフの関係矛盾したこう行くとこうなってしまうこう行くとこうなってしまうからその二択で迷い続けるみたいなことの葛藤とか苦渋が楽しいみたいなそれが人生を教えてもらえるということだみたいなことに関して例えばピクミンとかについての説明としてするんですけれどもその何かの世界に没頭したいんですっていう気持ちをすごく感じるそれがまず宮本茂さんへの一つの理系の念ですよね。でもう一つは 作り手としての意見の念っていう、この二つが、これダブルで宮本さんに対して、すごく素直に発せられてるんですよね。で、これが、安野さんに対しては、アニメっていうのはこう見るだけですから、アニメの世界で、中で能動的なことをできないっていうところから、やっぱりですね、こう、安野さんの作品に対しても、敬意はもちろんあると思うんですけれども、安野さんに対しての敬意が100点だとするならば、宮本さんへの敬意っていうのは、単純に倍になってると思います。200、百点になってると思います。えー、素晴らしい世界を作っている人という、え点数は、安野さんに対しても100点の敬意とし

勉強っててていいいうのはえ本当に全くしてないしあのししなるとしてもしてるところを見られたくない人だはもう今までの、えー、松本さんの全てのキャリアを見てきた、まあ、あらゆるファンの人に同意していただける部分かなとは思うんですけれども、えー、これ SNS の使い方を間違えちゃったっていうところともこれかなりつながってくるんじゃないかなと思うんですよね。でゲームの中で能動的に、えー、トライアンドエラーを進めてこれ要,要はゲームをやり込むということになるんですけれどもゲームをやり込むっていうことをやってる時にはこれ人に見られてないからできると思うんですよね。えー、ゲームをやり込んで 様子っていうのを人に見せたいかっていうと多分それはね あんまできないんじゃないかなと思うんですよね。で、それに対して SNS って一つ一つがこう、能動的な作業ですよね。えー、で、松本さんレベルになると、ポンと1個ツイートするたびに、えー、ブワーっと何百個の反応が返ってくると。えー、で、もちろん通知をオンにしてたらスマホぶっ壊れちゃいますので、通知はオフにしてると思うんですけれども、えー、ポンと、えー、1ツイートすると、ブラブラララってですね、こう反応が誰々がいいねしました、誰がリツイートしました、ブーっていうのが来るわけです。それは気持ちいいからドーパミンがばーっと出るというですね、えー、非常に能動的な分かりやすい作業なわけですけれども、えー、能動的な 試行錯誤っていうのは好きなんだけれども、えー、松本さんのもう一つの要素として、これ人の目を過剰に気にする、異常に気にするというところがありますよね。で、えー、人の目を気にしていなければ、えー、やり込む、試行錯誤して、トライアンドエラーで能動的に、えー、勉強、学習をするっていうことができる人だと思うんですけれども、えー、能動的 かける人の目を気にしない、この努力はできる人ですね。えー、しかし、受動的な勉強もしくは、人の目を気にしながらの勉強はできないっていうことになってくると、SNS の世界でどういった発信をすることになるか、えー、SNS の世界では、えー、確実に、 え、反応が来やすいもの、えー、わかりにくい表現っていうのが、ま、できなくなるわけですよね。えーで、例えば松本さんが作ったりとか広めたりした新しい使い方を広めた造語っていうのが、まあ、ま、えー、たくさんありますよね。ドヤ顔とかですね、えー、S と M とかですね、え、マイキョにいともがないんですけれども、そういった言葉をポンって使った時に、一瞬ですね、一般的に使われてる、えー、意味じゃないから、え、ど、どういう意味っていう空気になるけれども、文脈でみんなが、 0.1秒差で理解するみたいなことが積み重なっていってその言葉が市民権を得ていくっていうことだと思うんですけど SN、SNS だとそのラグが許されないですね。どういう意味なんだろうこれっていう、その言葉通りに受け取らないと、ツイート、1ツイートとしてヒットしないっていうことになってしまいますので、どうしてもですね、非常にわかりやすい表現になっていく、尖っていくっていうところがあります。で、これは言葉の表現として新しく尖っていくというわけじゃなくて、単に攻撃的になっていくっていうところがありますね。で、これはね、 うんあんまり良くなかったことなんじゃないかなということですね。今から言っても本当にないものねだりなんですけれども。うん え、インプットが、インプット型の勉強ができない人だと僕は分析しているので、SNS をですね、まあ、ロムルというかですね、えー、単純に SNS を観察しながら、あ、SNS でこうやると炎上するんだ。SNS でこうやると受けるんだ。あ、SNS ってこういう風にちょっと文脈を隠すっていうテクニックもあるんだ。みたいな感じで、ネットカルチャーについて学ぶっていうことは、これ多分できないと思ってか、あんまり好きじゃないと思うんですよね。えー、自分がこういう風にポーンと走ったらこう返ってくるんだっていう、こうインタラクティブな、えー、能動的な勉強はできるんだけれども、 それがイコール炎上になっちゃうういこととだ思いますこれはねかなり松本人志分析そして松本人志さんのゲーム好き勉強嫌いそして SNS の使い方が下手なのに SNS にちょっと変なハマり方をしてしまうというところに全て共通する法則といったらなんですけれども性質としてですね歴史上の人物として松本人志さんを分析するとどうしてもそういうふうには思えるのかなという私の考察というかですね論でございます。松本かける ゲームかける SNS 論という形で、えー、いかがでしょうか、えー、皆さんはどう思いますか、えー、ゲームについて僕はあんまり詳しくないので、松本人志さんのゲームについての発言で、あ、他にもこういうのあったよということあればコメントで教えてください、えー。切り抜きは禁止にいたしますけれども、えー、何かしら編集とかしてくれる方がいたらですね、えー、勝手に出さないで私にですね、何かしらの SNS で送っていただければこのアカウントで使うということをさせていただきます。えー、繰り返しになりますけれども、再生リスト松本人志さんについて考えたことというのを、えー、まとめてありますので、概要欄でそれを一気に見てください。どうも、松本人志 考察 TV でございます毎日、連日ですね、松本人志さんについての考察を、えー、アップしているんですけれども、えー、理由はまあ2つありまして、1つはですね、松本人志さんに関しての、まあ、分析みたいなことをですね、YouTube でやっている人が、えー、本当にたくさんいるんですけれども、えー、ぶっちゃけ正直まともなものが1つもないというところですね、まあ、1つ2つ、まあ、弁護士の方がやっているものと、えー、あと個人的にはですね、放送作家、えー、元放送作家ですかねっていう方がやっているものは、まあ、ちょっと、不、えーまあ、瞰的な、まあ、客観的な分析として納得できるものが、まあえー、あったかなという感じだったんですけど、 松本人志さんという人物についてですね、えー、遡ってですね、歴史として考察するっていうことの視点がまあ足りていなかったりとか、えー、あとですね、性加害かどうかっていうこと、えー、と、その他の問題っていうのが切り離せずにですね、えー、報道を事実として勝手に認定しているもの、前提として喋ってしまっているものであるとか、えー、まあそういったものは有害だと思いましたので、えー、松本人志っていうですね、えー、まあ世間の興味を集めている話題に関してですね、ちょっとでもですね、まともなものが増えればいいというふうに思いまして、えー、他の人がまともなものを発信していないので私が出したい といいう気持ちがつでござますそしてもう一つは、松本人志さんという人物に関してのローンをですね、私は常々結構持っていたんですけれども、あんまりこう語る機会がなかったので、松本人志という人物、そして現象に関して、歴史的事実として考察する時期に来ているのではないかということで、喋らせていただいていますけれども、何らかの理由でね、消せと削除される可能性がありますので、編集はせずにですね、ノンストップでお送りしていきます。ノーカットでお送りしていきます。で、松本人志さん関連の動画っていうのを再生リストに まとめてありますね。それ概要欄に貼ってあります。それを全部一気に見ていただいて、私の松本一彦論というのを痛感、えー、して見ていただければと思っております。で、今回はですね、えー、松本一彦さんがなぜ記者会見ができないのかという話をしたいと思います。で、これは前提としてはですね、松本一彦さんが、えー、事故についての弁明を、えー、するのであればですね、SNS ではなくて、えー、SNS ではなくて、えー、記者会見をするべきだという論調が、えー、まあ、ありますけれども、それに関してですね、まあ、ちょっと、えー、多少は納得できる、えー、一方ですね。僕はまあ実際に考えるとまあ無理なんじゃないかなという感覚。 がですね、個人的に松本人志ウォッチャーとしてありますし、そこまでですね、記者会見をしなければいけないというですね、道義的責任というのが本当にあるのかどうかっていうのはちょっと怪しいかなと思っています。で、法的な義務とか、社会的な義務として記者会見を必ず開かなければいけないという理由をですね、本当に論理的にとか、法的にとか説明するのは僕は実は結構難しいんじゃないかなと思っておりまして、記者会見をしなければいけないと言い張っている人の中で、どのぐらいの人たちがですね、じゃあなぜ ならばというえ、これは僕はちょっと怪しいんじゃないかなと思っております。それは、え、あくまで個人なので、え、どのような形で問題解決を図るかということに関しては自由なんじゃないかなと思っておりまして、え、SNS で発信している内容が僕は、あの、非常に加害的であり、え、性加害の告発に対しての反応としてはですね、ものすごく、え、古めかしくて、現代においてはアウトという、え、形のものだったという認識はありまして、そこについて一点のみ僕は批判しているんですけれども、え、SNS、 をやるなという話と、記者会見をやれという話は、またちょっと全然別なので、SNS っていうリテラシーの話であり、え、科的な言動の話であって、え、記者会見を必ずやれというのはですね、僕は意外に説明つかない、え、なんかちょっとですね、ちょっと雑な論理なのではないかというふうに、え、ちょっと思っています。え、そこはまあ僕の考えの至らない部分でもあるかもしれないんですけれども、では、やらなければいけないという話とちょっと置いといてですね、え、実際にできないんじゃないかっていうのはなぜかというとですね、これはもう本当にですね、え、ダウンタウンさんに影響を受けた人に影響を受けて、さらにその先に 影響を受けたみたみいな感じのですねこれはもうパラフレーズでありサンプリングなので私が汚い言葉を喋っているというわけではないので勘弁してほしいんですけれどもダウンタウンの「チンカスの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 チンカス」みたいな私が言っていることとして非常に生意気だとは思うんですけれども松本さんは記者会見は え、能力としてできないのではないかという話でございます。なので、記者会見をやるべきだ松本人志は記者会見をなぜ開かないんだと言っている人たちはですね、具体的にじゃあ松本人志さんのパフォーマーとして表で喋る人物としての今までやってきた職業とか癖とかっていうところを想像した場合にですね、松本人志さんが今後守りたい利益っていうのはもちろん人間なので権利としてはあるわけですよ。悪人なので今すぐ死ねとかそういう話ではないわけですよ。弁解する余地っていうのはもちろん法的に保障されている部分でもありますし、 それは社会が認めなければいいいけけない部分とうのをとしては当然あるわけですよねその松本さんが守りたい LINE というのがあった場合にですねそれをキープしながら記者会見をすることっていうのが松本さんの資質能力として可能なのかって考えると僕は不可能だと思うんですよね。 なぜならばという話をしたいと思います。で、これはですね、山田玲司さんというですね、本業は漫画家になるんですかね。今はですね、YouTube チャンネルとか、ニコニコとかで、いろんなですね、カルチャーにまつわる配信とかをすごくされている山田玲司さんという方がいらっしゃいまして、その人、絶望に効く薬という作品がありまして、僕はその人の、その作品にですね、漫画にですね、非常に思春期のですね、気持ちが沈んでいた頃に救われたので、本当に人生の命の恩人なんですけれども、その人が語っている 動画というのがですねまあ非常に面白くて、えー、松本ひとしさんという人はですねこれまで、えー、お母ちゃんに守られて天ヶ、えー、崎に守られて、えー、浜田さんに守られて、えー、父元に父,父,父元ですか会社名は僕分かんないですけども会社に守られて、えー、とにかくいろんな人に守られてきた鎧の中にいる人なんですということをですね山田レイジさんが言ってます山田レイジスペース松本ひとしとかで検索すれば、えー、そういったですね分析が出てきますで、僕は youtube に存在する松本ひとし論の中では山田レイジさんの松本ひとし論っていうのが結構、えー、突出して 素晴らしいなというふうに思っていますが、え、逆にそれ以外の松本人志論っていうものがそもそも、え、YouTube にほとんど存在しないに等しいので、え、そこをですね、え、このタイミングで埋めていくということができればいいなというふうには思っているんですけれども、え、それはまさにその通りで、松本さんがですね、一人で、 喋っているところっていうのはですね、あんまり想像がつかないですよね。で、その一人でっていうのは味方であるですね、えー、まあ言ってしまえば言葉悪いですけど、古文とか家来である、えー、スタッフさんとかの笑い声っていうのが当然来るであろうという状況ですね。そして、まあ右腕左腕である、えー、有能な芸人さんたちが、え、右左に従えている状況。えー、それはもしくは浜田さんというですね、対等な相方である可能性もあるんですけれども、えー、誰かしら松本さんの意図をですね、えー、とにかく汲み取って、こういうことですよねってこう、えー、汲み取って笑ってくれる人、えー、敵対的な対談をしてくれる 人人ではないいがえ必ずどこかにいますね近くのどこかに、えー、それはカメラの外側なのかカメラの内側の並列している場所なのかわからないですけれども松本人志としゃべる時には松本人志の、えー、意図を汲み取らなければいけないというルールがある状況にしか松本さんはですねもうここを 何年ですかここ30年以上は少なくとも経ってないですね。で、本当に限られたケースっていうのがたまに見られるんで、そういうチャンスを僕はですね、非常に、えー、大切にしているんですけれども、例えば、えー、このチャンネルでも何回も言及しています。安野秀明さんとの対談というところではそこが見られました。非常に面白いですね。えー、丸腰で。 庵野秀明の前に立たなきゃいけないというですね、松本ひとしさんの貴重な姿が見ることができます。そして、宮本しげるさんゲームクリエイターの宮本さんとの対談においては、前のめりになっている子供のような松本さんが見ることができますけれども、基本的にはですね、一人で長く真面目に喋るということは、今まで人生でほとんどですね、経験していないのではないか、人前において、という人物なわけですよね。そこに関しては、あの、本当にこれはもう誹謗中傷とかではなくて、能力という意味においてもですね、一般の人たち、 より劣ってると思うんですよね真面目な話を長くするということにおいてはえ一般の人たちよりもその経験がないと言ってもいいぐらいですねえ本当にですね特殊な業界の中でトップランナーとして何十年も来た方なのでえ実際にはですね できないということだと思うんですよね。うん。で、えー、松本人志さんが、えー、多少ですね、長時間喋るときっていうのは、どんなコミュニケーションをしているかというとですね、えー、まあ最近で言うと、だから滑らない話とか、まあでも滑らない話は極端な例になってしまいますよね。えー、例えば、ほう本当にみんながイメージしやすい状況で言うと、一本グランプリのチェアマンの部屋とかって、一、えー、人の部屋ですよね、一応設定としてはね。えー、で、カメラの向こう側にスタッフさんがいて笑っているんですけれども、多分あれ一人の部屋っていう設定だと思うんですけれども、あそこで喋るときも、まあほにですね、まあほん ななぐらいい数秒に1回必ずです、ね、でも何々なんですすねねねも何何何んけけどどととかかの場合は何々やけどねとかっていう本当にですね、すぐ混ぜ返すっていうことを、周りの空気を読みながら、私はこういうことを喋ってますよっていう空気で発しながら、空気を読みながら発しながらっていうですね、本当にインタラクティブなコミュニケーションをしながら、数秒に一回必ずボケを仕込んでくるっていう、 えー、まぜっかしながら喋るっていうことしか絶対にできないですよね。えー、てかできないっていうか、まあ本当に、え、チンカスが言うのも何なん,なんですけれども、それしか正直見たことがないですね。 え、それしかコミュニケーションの手段っていうのがおそらくないと思いますので、え、長時間記者会見で喋るというのは、これはかなりですね、え、そもそも絵が浮かばない、そもそも不可能だと思いますし、え、そこでですね、おどおどしてる様子とか、え、性加害に関しての、え、質疑応答っていうことに関してもですね、松本さんの、え、実際に主張したい事実とは、え、また別の観点で批判されてしまう。なんでこんなにおどおどしてるんだ、え、こんなにおどおどしてる松本人初めて見たぞという、え、変な印象でバッシングを受けてしまうっていうことは、え、もちろん本人が のの本位でででははないはずですので記者会見って考え、るととと選択肢としてて普通にないいんじゃねっていうことで、すよねでこれは逃げてるとかっていうことではなくて、本人が、え、社会に生きる人間として守りたい法益と対立してしまう選択肢になってしまいますので、え、裁判のみで争うということは選択肢としてあってもいいと思いますし、え、その中で SNS のやり方が攻撃的で下手で加害的で有害であったという論点と記者会見をやるべきだという論点は切り分ければいけないということを僕は言いたいなということです。はい。 てくださいあのじゃあ擁護してるのかみたいなコメントがあったらですね本当に的外れだなと思いますのでちゃんと話を聞いてくれというのは事前に言っておきます、えー、逃げることを擁護するのか肯定するのかはいそんなことは一言も言っておりませんはい、えー、しかし実際に記者会見をするというのはこれ非常に難しいことで、えー、僕がですねここでおすすめしたいですね、えー、もはや誰の権利があるのかわからなくなっているですね、えー、島田信介父ちゃんですね、えー、父ちゃんのですね引退記者会見の映像というのはですね、えー、本当にいろんなところネット上のどこにもかしこにもですね え、道端に落っこちてますので、フリー素材みたいな感じで落っこちてますので、えー、これはですね、名作動画です。えー、で、まあ、違法行為を推奨するわけではないですけれども、えー、友達がですね、必ずみんなの友達の誰かがですね、えー、島田紳介父ちゃんのですね、えー、記者会見を、えー、撮ったディスクを必ず持ってると思います。誰かは持ってると思う。ご家族の一人は持ってると思いますので、借りて見てみてください。えー、これ約1時間、50分ぐらいのですね、まあ、フル尺の、え、ノーカットの映像になるんですけれども、非常に面白いですね。えー、で、これに類することをですね、 やらなければいけない。そして、えー、さらに引退を松本さんは、えー、今の時点ではしたいと思っているわけではないと思いますので、えー、自分の弁解をした上で、えー、さらに活動を継続するということを考えると、えー、島田紳介さん、父ちゃんが、えー、この記者会見でやったよりも、さらにですね、多くの収穫を得なければいけない。えー、これよりうまくやんなきゃいけないのっていう、え、ことです。その前提で、えー、父ちゃんの記者会見をぜひ見ていただきたいんですけれども、 素晴らしいですね。えー、本当にですね、何言ってるかわからないところは、結局最後までわからないんですけれども、本当にこの時期の島田信介父ちゃんは、えー、どんな感じだったかっていうと、ま、素敵やんモード全開という感じですね。えー、一度この会見の中でもおっしゃってますけれども、えー、不祥事を起こしました。えー、で、まあ、その不祥事も、えー、まあ、今回の話とは別なのでちょっと調べていただきたいんですけれども、えー、そしてカムバックした後にですね、ヘキサゴンとかをやって、えー、まあ、ヘキサゴンを、まあ、元々のクイズ番組の形からですね、おバカタレントを盛り上げるというですね、バラエティチックな形に、 え、たんですけれどもそこからこう、バーンと、え、ヒットしてということがあってのですね、ま、お笑いよりも、どちらかというと感動路線というかですね、え、みんなで何かを協力するって素敵やん何かを頑張るって素敵やんっていう、ま、完全に素敵やんモードというのに入っていった。え、そこでお笑いファンの中ではちょっとですね、え、しんすけとうちゃんの、え、ま、カリスマ性というものからちょっと心が離れていった時期、え、他方でですね、え、パボとか、え、周知心とかですね、え、ま、アラジンとか、え、ま、その、おバカタレントと言われる人たちを集めてですね、 まあ、おバカなんだけれども、頑張っているんだ、かっこいいんだ、かわいいんだという形でプロデュースした、え、まあ、アイドルのような、え、グループっていうのがどんどん売れていくというですね、まあ、子供向けの、え、プロデュースというのをたくさんするようになったという、まあ、時期かなと思うんですけれども、え、そんな時期の真っただ中で引退するという形でしたので、このステキアンモードというのがね、もうバリバリに発揮できてるんですね。え、で、これはもう ST フィールドと言ってもいいかもしれないです。このバリアを張りまくっている、え、父ちゃんがですね、話し始めると、え、みんながですね、それを美談として聞かなければいけない、え、深い話として聞かなければいけない、 え、何々、何年前に何々があったんです。え、その時に何々をしてくれたんです。え、これはもう私はこういうふうに、こういう気持ちでやりました。え、これはもう何の隠し立てもすることはございません。え、最後までこういう美学を少しだけ少しだけ貫き通させてもらいますっていうですね、このガーッとですね、え、まあ、息つかせぬ、え、形でみんながですね、え、固唾を飲んで深い話を聞かなければいけないというですね、え、もう完全にゾーンに入っている状態でかましてるんですよね。 えー、そこで、記者の人たちがですね、ちょっとずつ、え、それ事実関係これどういうことなんですかと、え、それで引退してそれで終わり、それどういうことなんですかというのを、えー、聞いていくんですけど、これはもう私のけじめですっていうことを、えー、ずーっとですね、えー、まあ一辺倒で、まあ少しはこう言ってることはわかりますし、松本人志さん、松本にだけは、えー、伝えましたみたいなことも、えー、言っていて、その後にまあ上地さんが家に来て泣いていたみたいな話とかもしてるところも正直ちょっとエピソードとして面白いなと思ってしまうんですけれども、えー、何がすごいってやっぱバリアを張り続けてるんですよね。えー、で、その中で中盤で一回だけ、えー、笑い 話をするところがありますで芸能界に入って良かったと思うことは何ですかという記者さんの質問に対していろんなこの業界に入っていなければ出会えなかった素敵な人にたくさん会いました孫正義さんに会った時は幕末の偉人と話しているような気持ちでしたと会食した時の話をしていますねでその後にですね後日ありがとうございましたというメールを送ろうと思った時に僕の携帯がですねドコモだったんですねでソフトバンクに乗り換えてですねありがとうございましたと送ってその後に帰ってですね解約して今はドコモに戻していますという話を した時にですねえそこまで張り詰めていた深い話を聞かなければいけないステキアンモードのお客さんだったえ記者たちがですねポーンと笑うんですね一発笑い取ってるんですよねでこれ不謹慎なことじゃなくて笑いを取ってるえ引退する記者会見なのにえ不謹慎なこととか言う笑いではなくてえあくまで美談の中で笑いを取っているとでその後にえでもねソフトバンクに「あれドコモとソフトバンクのえ言い間違えてないですよね大丈夫ですよね」「すいません父ちゃんほどのえートークテクニックがないのでなんか言い間違えてないかちょっと不安になっちゃった たんですけどえっ、ー、と、まあ、ソフトバンク、ドコモだったんだけど、ソフトバンクに一度やって、えー、その後、ドコモに解約、解約してドコモに戻しましたという話を、えー、シン父ちゃんはしてるんですけれども、えー、その話をした後に、いや、それでもやっぱりね、一度、えー、解約してソフトバンクにさせてくれるという、えー、ぐらいの、えー、カリスマ性があった方ですっていうね、ぐっとですね、急カーブで美談に戻すんですよね。えー、これはもうほんととてつもないテクニックで、えー、ちょっとね、ま、あ本当に映像として、 恐ろしい映像なので、これはぜひとも見ていただきたいんですけれども、えー、このようなことがですね、えー、誰にできるかっていうと、まあ、しんすけさん以外にできないと思うんですよね。なので、しんすけさん、 の、えー、記者会見はすごかったぞみたいなことをもってして、えー、今の人にですね、他の人に、えー、記者会見をするべきだというのは全く意味がわからないですし、えー、で、これ以上の成果を出さなければいけないということは現実的に不可能なんじゃないか。そして、えー、しかもですね、えー、しんすけとうちゃんはですね、美談を話すっていうのが、えー、基本的に全くできる人です。で、その、えー、お笑いじゃない、えー、快モードに、こう、バーンと自分を入れた。 後にですね、え、みんなが、ああ、確かになーって言って、こう、深いわーって素敵やーって、こう、みんなが素敵やんモードに感染している直後に、でも何々やなっていう感じで、え、それを振りにしてバーンと落とすっていうことをですね、え、テレンテクダでずーっとやってきてる人ですね、え、この引退するまでの数年間っていうのは、え、それをですね、たくさんやってきてる、え、人です。それがもうテクニックで誰にも真似できないテクニックだったと思いますけれども、え、それのトップランナーみたいなえ人ですけれども、松本さんは実はそうかというと、え、周りの人にこう、壁打ちして当て,て、 え、その反応ですぐ遠い側面を返すというですね、まさに空気を読むという言葉は松本人志さんが作って広めたという風にされている造語の中の伝説の一つですけれども、まさに空気を読んで空気で返すという人なんですよね。え、それがですね、理路整然と、ボケずにですね、ボケちゃいけないということですよ。性加いという告発ですので、それをボケる。どんなにですね、ご本人の中に正当性があって言い分があったとしてもでそれを茶化かすということは選択肢としては絶対にあり得ないので、人前でじゃあそれができるかというと僕は絶対にできないんじゃないか。 といいう,うに思いますえー、で、たけしさんの会見と比べる人もいるんだ。で、これがまたちょっとめんどくさいんですけど、実際できるわけないっていうことで言うと、えー、こっちの方がレベル高いですね。えー、たけしさんは、えー、まフライデー襲撃事件の後の、ま記者会見であるとか、えー、まバイク事故後の記者会見とか、まあ伝説の映像、それこそいっぱいありますし、えー、皆さんのご家族、えー、それぞれの誰かがディスクを持ってるんじゃないかなと思いますけれども、どこかで見てください。道に落ちてるかもしれないので見てください。えー、で、その、まそんなこと言わなくてもいいか。たけしさんの映像はさすがにどこの局も権利を主張しないと思いますので、えー、まあ どこかに違法アップロードの映像とかもたくさんあると思うんで見ることは簡単なんですけれども、ええー、あれはね、絶対真似できないですね。それ、それこそどんだけゾーンに入ってる、入ってるんだっていう状態の武闘派モードの、ええー、とのたけしさんなので、ええー、まあ、到底真似できるものではないと。で、えー、性加害についてのですね、まあ、反省というか、弁明みたいなことをですね、表でした芸能人っていうのは、日本の芸能史上ですね、多分おそらく、 うーん近年の中ではいないんじゃないかなと思っておりまして。 無理ですよね。それは無理なんですよね。っていうこと、えー。だけ、それはまだ、まず大前提。それは実際難易度がめちゃくちゃ高い。えー、で、本人側の主張も絶対通らなくなってしまう。本人側のイメージが、えー、下がる上がるとか、そういう次元の話ではなくて、えー、そもそも、それを見て不快になる人もたくさんいるということもですね、要素としてはありますし、えー、やるメリットがですね、誰にとってもあんまりないっていうことが、えー、結構あるのかなと、えー、思いますので、えー、記者会見をするべきだという論説、論調っていうのは、あんまり現実的じゃない なということを言いたかったですそれはまあいろんな理由がありまして今直前に言ったそれを見て不快に思う人もいるかもしれないし誰も得をしないっていうことも含めてプラス松本さんの今までやってきた仕事のやり方喋り方のトークの性質能力というところを含めてみてもありえないんじゃないかなということでこれはもう相当なことがあって本当にもうこれは完全に解決しましたで時短になりましたとかですねそういうもう関係者全員と時短 の成立がありましたみたいな本当にとんでもない最終的な誰が見てもゴールだっていうことにならない限り表に出てきて喋るっていうことはメリットがあんまりないですしやるとするならば YouTube で誰かと喋るということになると思うんですけれどもその時に。 近くにいるのがですね、えー、その同じ会社のですね、えー、吉本、吉本、えー、のですね、えー、後輩芸人で、しかも男性で、だったりすると、えー、それはもうポジションなんじゃないかっていうことになってしまいまして、そうなってくると、座組みが非常に難しい、えー、誰もいない状況で一人で、えー、無音の部屋で、えー、喋っているということも、ま可能かもしれないですけれども、えー、頭にタオル巻いてね、サムエみたいなの着てやるっていうのが、可能かもしれないですけれども、 うんそれで、それを見て誰かが納得するっていうことを、まあ逆になかなかないんじゃないかなというふうに思いまして、えなんかね、要求として、うん、あの、道理として求めるのは、えあり得る、発想としてはあり得る、あり得るけれども、パッとその先に実際にあり得るかっていうことを現実的にイメージしてみると、いろんな理由で、記者会見という選択肢は最初からあり得ないんじゃないかなというふうに思いました。はい。えで、これを機にと言ってもなんですけれども、島田信介さん、父ちゃんがえ喋っている映像というのはですね、本当にスリリングで、 ある意味ですね、プレゼンの勉強にもなるというかですね、自分が人前で喋る勇気がないとかですね、会社のプレゼンとか、営業とかで挨拶しなければいけないとか、そういうことって社会人の方、いくらでもあると思います。学生の方もいくらでもあると思います。人前で喋るのが苦手なんですっていう方はですね、自分をこう、ゾーンに入れてしまうということが、まず一番の話術の近道なんだということをですね、この父ちゃんの映像で、ぜひとも体感していただければと思います。はい。というわけで、松本人志さんという話題トピック を使ってですね、えー、父ちゃんの記者会見映像面白いぞというプレゼンをする動画でございました、えー、で、概要欄にですね松本人史再生リストというのを貼っておりましてすでにまあ5、6本かな、えー、動画をですね20分ぐらいの動画上げておりますので一応それ遡って全部見ていただきたいなと思いますこの動画についてだけの、えー、コメントっていうのは基本 NG にしたいなと思っております、えー、というのはですねまあ、結構きついなという、えー、コメント欄の質の低さ質の悪さっていうのがちょっと厳しいなというところがありますね、えー、ブルーになってしまいますねドン引きですよね え、いう感じで、うん、なんか5チャンネルみたいな感じになってきたなっていう。で、もともとこのチャンネルは映画とかドラマとか、そういうエンタメのコンテンツの内容についての話だけをする、えー、チャンネルなので、あんまりこう現実のゴシップと地続きになる、えー、お客さんっていうのは流入してこないようになっていたんですけど、これをきっかけにね、えー、結構入ってきてしまいまして、まあ代表的なもので言うと、え、擁護派なんですね、とかですね、えー、僕は結構批判というか否定もしてるという感じだと思うんですけど、で、功績に関しては評価しているという感じだと思うんですけど、 用護派なんですね」とか。 えー、否定派なんですね、とか。えー、いやいや、ど、どっちでもないけど、みたいな。えー、ちゃんと全部聞いたら、どっちの要素も入ってるってわかると思うけど、なんでその二文字でくくろうとするのみたいな、え、ところとか。あと、非常に滑稽だな。面白い、面白いというか、えー、どん引きですよね、っていう感じなのは、えー、僕はあの、彼の所属事務所に関してはですね、えー、名前を出したくないんですよね。口に出したくないんですよね。えー、っていうのは、松本ひと志さんとか、えー、島田晋介とちゃんとかはですね、あの、これから僕は今までも会うことはないだろうと思って生きてきたし、これからも会うことはないと。 思うんですけれども彼の所属事務所っていうのは社員さんきっと何百人かいらっしゃる関連会社も含めると何百人かいらっしゃるわけですよねでその僕がその会社名について発音しているところっていうのがどこが切り抜かれて一人歩きするかわからないっていう状況の中で簡単にですねその会社全体を批判しているような切り取り方ってできるわけですよねそれが僕は嫌なんですよねなんでかっていうと来週とか来月に出さえその会社の関係者の人と顔を合わせる可能性っていうのは別に普通にあるわけですよでその 人が僕のことをですね、えー、叩いてくるとか批判してくるとか喧嘩を仕掛けてくるとかそういうことはないと思いますけど多少やりづらくなるっていうのは可能性としては全然あるので、えー、わざわざですねその会社全体、えー、会社のガバナンスについて、えー、うまくいってないんじゃないかっていう批判はラジオの生放送でさせていただきましたけれどもそれはラジオの番組内でっていうことで、えー、コメンテーターという仕事の中でやったっていうことなんですけれども個人の発信として松本人志さんについて遡る時にですね、えー、そのの会社名をこことさらにこううん出す必要があるのかなっていう ととといいいううのはちょっと、えー、難しいところがあるというか、まあ、検討中というところがありましてあえて出してないんですけどでわざと読み方を間違えているんですけど、えー、そんな会社名もわからない、えー、読み方を間違えるような人が、えー、よく語れますねみたいな。 いやいやいや、そんなわけないじゃんっていう、真面目だなーっていう、その、か言葉をその、額面通りに受け取った上で人を批判するっていうことが、え、よくそんなに簡単にできるなと思いますし、え、これだけ、え、僕は松本さんについて、その過去のことを調べて、え、いろいろ松本さんについて、まあ、それなりに知ってる人間だっていうのは動画を一本見ればわかると思うんですけど、え、じゃあ松本人志と,という人物のトークを、僕が見てきた上で、その会社名を発音してるところだけ、完全に聞き逃してる可能性ってあり得ます なくない松本人志って所属事務所の名前をボケとしてめちゃくちゃ出す人ですよね。えー、自分の事務所名をボケとして、えー、出す人ランキングで統計を取った場合ですね。松本人志という人物はかなり上位に入ると思いますね。事務所の、えー、悪口というか批判というかをボケとしてトークのオチみたいな感じで使うことってめちゃくちゃ多いですから。えー、松本人志をウォッチしていく中で、えー、所属事務所の名前の発音を知らないってありえないですからね。 うん、だからあえて読み外してるっていうことは普通に聞けばわかると思うんですけど「そんなことも知らないのか」「何々です」「正しく」「正しい読みは何々です」っていうコメントを、えー、書いてくる人がいて非常にびっくりするんですけど、えー、やっぱりこの YouTube のコメント欄っていう世界は、まあ、半分おもらしというかね条件反射でバッと、えー、心の、えー、心のなんか、えー、皮膚がないみたいな状態ですね心臓をそのままベチャってこう、えー、投げつけるみたいなことをしていいという構造になってるのが、まあ、僕は結構気持ち悪いなと思うんですけれども、えー、ドヤ顔の コメント恥ずかしいですよねもっと空気を読んでほしいというか、まあ、寒いし、えー、絡みにくいし、えー、痛いしっていうね、えーまあ、イラッとするというよりもまあブルーになるしドン引きですよねっていうねこれ全部松本人志さんが作ったとされる言葉です、えー、空気を読む、えー、寒い絡みにくい痛いドン引きイラッとするブルーになるね。 えー、全部に当てはまってますよっていう、え、ことです。で、まあ、ちょっとね、そのコメントをするんであれば、多少は話をちゃんと聞いてほしいし、えー、話を聞いた上で想像力を働かせてほしいし、えー、それなりに論を、えー、持ってですね、えー、推論をして、推行をしてコメントを書いてほしいと思いますし、まあ、そうじゃないものに関しては禁止したいなと、えー、思っております。えー、わかりやすくて面白かったですとか、えー、まぁ、あ、なんていうのかな、あのー、今後こういうことについて語ってほしいですとか、そういう端的なコメントであればいいと思うんですけれども、 いや、それ、それ、それっていいのみたいな、えー、ことはですね、一人一人がコメントを考えてほしいなと思いますね。はい。えー、何も考えずに、勉強をせずに、えー、人の話を聞かずに、えー、コメントをするというのはですね、お笑いの天才でさえ許されなかったことなんですよ。 っていうことですね。はい。えー、で、今回の動画では何を話すかというとですね、すいません、前置きが長くなってしまいましたけれども、要するに過去の動画も全部見てほしいし、動画の内容も全部聞いてからコメントしてくださいということでございます。はい。えー、で、今回は何を言いたいかというとですね、えー、松本人志さんが、えー、いなくなったことによって、えー、お笑い界が衰退するんじゃないかとか、えー、テレビをも,もう見ないとか、テレビ業界が滅ぶんじゃないかとか、えー、っていうことを言ってる人がいるんですけど、本当にそうかという話をしたいと思います。えー、で、結論から言うと、私の結論としてはそんなわけないじゃんっていう話ですね。 えー、そしてその必要もそう考える必要も、えー、ないじゃんということをこれから説明していきたいんですけれども、えー、ここ1週間ぐらいですかね え僕は松本人志さんに関しての自分が持っている資料とかですね、ネット上にあるですね、検索すれば出てくるものとかをですね、ドバドバドバーとですね、検索してずーっと見てるんですけれども、1日十数時間松本人志の過去について調べて読んだり見たり聞いたりしているというですね、起きてる時間と人と喋ってる時間以外のほとんどはですね、放送室の過去のアーカイブを聞くか、何かしらの動画を見るという作業をして、松本人志と,とは何だったのかということを考えてるんですけれども、あのね、 本当に天才なんだなということが大げさじゃなくわかりますね。で、僕は1992年生まれ、現在31歳で、えー、松本ひとしさんが衣装を描いたタイミングなんですけれども、そのタイミングで私がこんなことをしているのよね、えー、チンカスのチンカスのチンカスだなと自分でも、えーまあ、思うわけですけれども、えー、このタイミングで衣装を描いたんですよ、えー。アディダスのジャージを着てること以外何も同じじゃないというね、えー、私ですけれども、 え、本当に天才だというのは大げさではないと思うんですよね。で、それはもう笑いに特化した天才ですね。えー、で、まあ、実験精神というのはそうですというのはこの動画、このチャンネルでは繰り返しずっと言ってきているんですけれども、えー、漫才もですね、革新的だし、コントも、えー、圧倒的だし、まあ、コントの表情の表現力、そして、えー、まあ、これは賛否両論あると思いますけれども、暴力的であったりとか、加害的な、えー、アクションっていうのもありますけれども、とにかくこう、体を使えるコントができる人っていう、えー、ことで言っても、現在キングオブコントに出てるコント師とかだったとしても、 え、かなりトップレベルのですね、えー、思い切った体の使い方ができるアクションもそうですし、えー、人にですね、何かされたとき、まあ、リアクション、えー、ま、ガキの使いの、まあ、あの、お尻を叩かれるときっていうのが、あの、みんなからは分かりやすいと思うんですけれども、リアクションですね。アクションもできるし、リアクションもできる。えー、本当に怒っているという、え、振りができるということですね。 え、っていう、その表情形も含めたリアクションも圧倒的ですし、瞬発的な大喜利も圧倒的ですし、トークも圧倒的ですし、世界観構築力ですね。映像表現の世界。映画はうまくいかなかったけれども、その前にですね、トーズというですね、VHS の動画というか、世界観がものすごいやつとかもあるんで、ぜひね、見られる方は今 VHS ですか中古の VHS でしか流通してないんで、手に入れるの非常に難しいと思いますけれども、そういうのを見ると、めちゃくちゃ世界観構築力というか、 妄想力みたいなものもすごいんだなということが分かりますしあとは空間支配力ですよね、えー、まあ芸能人の人でダウンタウンさんにこう初めて会った人が大体言うのは。 ダウンタウンさんが今まで会った人の中で一番声がでかかったっていうことを僕は結構聞いたことがあります。で、僕は会ったこともないし、これからも会うことは多分ないと思うんですけれども、えー、若手の人で、ダウンタウンさんに初めて会った人で、初めて、えー、の感想はそういうことを言う人が結構多くてですね、えー、それは空間支配力というところにもまあ繋がってると思うんですけど、そこも圧倒的ですよね。 えー、というですね。まあ、そこら辺も全部含めて、とにかくこう、お笑いというの、プレイヤーであり、ゲームメーカーというのも含めて、えー、天才的だな。えー、本当にもう唯一無二だな。えー、すべてのお笑いという、まあ、これがお笑いというものが通知表みたいな形で戦闘力が数値化されるっていう世界観を作ったのがそもそも松本一志なので、えー、それは松本一志がそういうプレイヤーだったから、その世界観を広めたという、えー、これどっちが先か、鶏が先か、卵が先かという話になってしまうんですけれども、えー、とにかくですね、この自分が、えー、適した世界の中ではもう全 科目1位みたいな人ですねこれはね、もうね、いかに松本さんを現在批判したい人え、そして当時の表現が時代錯誤であったということを言いたい人もですね、え本当にこれお笑いの表現としてえ、他のものと比べてみると、これはね、ちょっとね、 あんまり反論の余地がないんじゃないかなというのは思いますね。えー、新しいフィールドをつよつど作ってその中で1位を取ってしまうということをずっとやり続けている人ですね、えー。というのはですね、映像を見たり話を聞いたりすればするほどに、えー、とてつもなく思います、えー。だからこそこのチャンネルでずっと指摘していること、えー、弱点というのは何かというと、逆にお笑い以外のインプット型の勉強ですね。何かを読んだり、何かを聞いたり、えー、座学をしたりするということですね。 自分が行動してトライアンドエラーするのではなく、えー、自分が企画者として関わったり、プレイヤーとして関わったりするのではない、インプット型の話を聞いたり、読んだりして、勉強するということは全くできない人ですね。これはね、もう間違いないと言っていいと思います。そして、えー、一人の空間での真面目喋り、これが、えー、できない人なので記者会見ができないんですという話を一本前の動画でしたんで、えー、興味ある方はそっちも見ていただきたいんですけれども、えー、この二つがですね、圧倒的な弱点ですね、えー。だからこそ無反省に出現を繰り返しますし、えー、現実的に考えて記者会見はできないんです。 だととといいうう結論論が私の中の中持論としてはありますという話で、すねでそんな人がですね、じゃあなんでいないとテレビがつまらなくなると言われるぐらいカリスマだったのかというとですね、テレビという箱が1個の箱で、その箱の座席をですね、箱の中の座席をみんなで取り合うという構造、そしてその箱をですね、基本的には1個の箱を国民全員が見ているという状況だったからですね、テレビをみんなが同時に見ているという最後の時代に出てきた人ですよね。 全科目の1位の人が同じ人であるということに意味があったと思うんですよ、えー、だからカリスマだったと思うんですよでその残りがで、えー、今面白い芸人さんたちがみんな尊敬しているのが松本人志だから、えー、松本人志がですねいわゆる顔役としてですね、えー、ドンとしてですね、えー、非常にマスコットキャラクターというか、まあ、ある意味家紋みたいな感じですねえー、ヤクザの、えー、グループ全体の家紋みたいな感じで松本人志の顔がですねドンと、えー、置いてあることとか座りがいいということですよね え、松本人志さんです。松本人志さんの現在の能力っていうのが、え、現在の、え、ま、いわゆる審査委員長的なポジションであらゆるところに座っているということの、 うーん実質と繋がっているのかなっていうことに関して言うと、僕はあんまり、もうそこはみんなが甘えすぎている部分なんじゃないかなと思うんですよね。というのは、今はじゃあ逆にどういう時代かというと、えー、当時はですね、1個の箱をですね、みんなが同時に見ている。で、その箱の中の椅子をですね、みんなが取り合っているという状態だったわけですけども、現在は全然そんなことないですよね。うん。で、例えばですね、えーま、M1 グランプリの王者の名前とかをですね、えー、例えばうちの親とかは知らないと思います。 え、とかですね、僕の,あの同世代の友達でもお笑いを普段見ない人とかは、えー、もしかしたらですね、半分ぐらいは知らないと思います。そんなことは当時はありえなかったわけですよね。えー、で、今はどんな時代かっていうと、 見てるものが人によって全然違う一つの箱をみんなでグッと注視してる時代ではないわけですよね。それぞれの人が手元でスマートフォンとかパソコンとかタブレットで、えー、見たいものをパラッパラに見ているという状態なのでカリスマとか、えー、国民的なスターっていうものは、えー、基本的にはかなり生まれにくくなっているという状態の中で、えー、全員、全ジャンル、全科目において1位を取るカリスマが一人であるという必要性が、えー、なくなってきているということはすごく思います。で、そのカリスマがですね、権、え、威、ー、力となって、えー、パイオニアとなって、えー え、みんなを、こう、いる地平をですね、こう、え、耕していく、戦闘の旗印を、旗を振るうということ。で、カリスマは必要だったと思うんですけど、いや、今そんなこと、それぞれのフィールドで、それぞれの人がやってるからねっていう、え、話だと思うんですよね。え、例えば、YouTube の最先端で面白いことやってる人はいます。え、TikTok の最先端で面白いことやってる人はいます。え、ラジオ業界で面白いことやってる人います。舞台で面白いことやってる人います。でも、それぞれに詳しい人は、それぞれのこと好きだけど、それぞれの、え、隣の部屋のことはみんな知らないという、え、状況ですよね、う。ん それでいいと思うんですよね。もうそういう時代になっている。で、一人のカリスマが、えー、影響力を集約しないと新しいことができないっていう時代ではもう全くなくなっているということが言えると思うんですよね。えー、なので、カリスマの役割はもうですね、松本人志さんはとっくに終えていたんじゃないかな。とっくにもうカリスマの役割は終わっていたんじゃないかなということが思われるわけですね。えー、エンタメとかの、えー、思考の細分化ですね、えー。が進んでいく時代において、まあ、全部の能力を一手に持つ天才っていうのが実はもう役割を終えているというのが私の考え方でございます。 で、その先でですね、じゃあどういうことになっていくかというとですね、文献化が進んでいくということを思っています。で、まあですね、なんかすごい浅い懸念だなと思うんですけれども、じゃあこれから M−1 グランプリはどうするのとか、じゃあ一本グランプリはどうするのとか、じゃあキングオブコントはどうするのとかっていう意見がよく見られますけれども、代役で普通にやればいいじゃないと僕は思います。で、一人一人をですね、キャスティングしたり、その人が叩かれたりとか、まあ、最初はいろいろですね、この段差でのそごっていうのは、まあ、いろいろあると思います。は生まれる 思いますけれども何年かしたら落ち着きますよ新ん父ちゃん島田新助父ちゃんがいなくなった時と同じだと思いますよで別に例えば大喜利の一本グランプリであればバカリズムさんとか千原ジュニアさんとか有吉弘行さんとかまあそれぞれの人たちが大喜利といえばこの人っていう人がまあいるわけですよね滑らない話であればまあそれこそ千原ジュニアさんであるとか小籔一豊さんであるとか兵道さんとかまあいろんな人がいるわけですよね松本さんの次の人っていうのはどの世界にもまあいるわけですよ例ええばば漫才で言 香川家の礼二さんとか、えー、花輪さんナイツ花輪さんとか博多大吉さんとか、えーまあ、いろんな方がいるわけで、まあ、押し出し押し出しでこう上がっていくだけの話じゃないのというふうに僕は思っています。でえー、例えばグリムこれは、まあ うん、まあ、お笑いに、こう、まあ、俺はこう思うんじゃっていう気持ちが強い人からは挑んでるかもしんないし、まあ、それは好きにしていただきたいんですけれども、えー、例えば M1 グランプリの前年の王者が審査員席に座れないっていう、この権力の岩盤性っていうことに関しては、僕は、いや、これは松本さんが審査委員長に座っているからこそ、そこの、えー、新陳代謝が進まないんじゃないのっていうふうに思ってたんですよね。えー、松本さんが自分が一番になりたくないから、自分より、えー、先輩の人、例えば、島田紳介父ちゃんとか、上野愛美子さんとか、えー、がいないときついということをずっと言ってたわけですよね。 だから、えー、その審査員席の枠の2がめっちゃベテランになってしまうっていうこと。えー、で、例えば、田中は、田中は志らくさんの名前、今出したくないけど、志らくさんとか、えー、オール巨人さんとか、えー、まあ、がちょっとずつこういなくなってってるのに、やっぱりこう若手化があんまり進まないっていうのは、松本さんがいたからなんじゃないのっていうことすら、えー、僕は思うわけですよね。だから、まあ、最年長が中川家の礼二さんとか、えー、最年長が博多大吉さんとかになって、えー、それより若い人たちが座ってる。で、例えば前年とか前々年とかの、えー、王者がですね、今回で言うと敗者復活の審、えー 審査員をやっていましたから、えー、ある意味ですね権力の分散化っていうのは進んでいるわけですけれども、えー、それがさ,さらに進むっていうことでいうと別に悪いことじゃないんじゃないのっていうか松本人志が審査しないと箔、えー、がつかない漫才王者っていう構造では別にないと思いますよ今っていう、えー、実は別に松本人志さんの凄さって誰もそんなにですね今の若い人たち分かってないしなんか、えー、ずっとその王者の立場に訓練してるおじいちゃんみたいな人だとずっと思ってるわけですよね。えー、で若いい時のの松本さんのお笑いとかを今見てびっくり する人っっていいいいいうのは非常にいっぱいいると思いますしどんだけすごいかっていうのは伝文形式で、えー、今尊敬してる30代40代の芸人さんが松本さんの話をめっちゃすごいという感じです,するからすごいというふうに思っていただけで今テレビ好きな若いテレビっ子の人たちが松本さんの凄さをですね直接重要してるかっていうと全然そんなことはないと思いますので審査員席っていうのはそれぞれの役割に応じてですね細分化が進んでいくんじゃないかなと漫才の専門家が漫才を審査するコントの専門家がコントを審査する大喜利の専門家がコントを審査する大喜利の専門 が大喜利を審査する、えー、エピソードトークの専門家がエピソードトークの場を、えー、支配するっていう、えー、形になればそれでいいんじゃないかなと思いますし、えー、ゲームメーカーとしてもね例えばクリームシチューの有田さんがすごいという話、えー、このチャンネルでもしていますけれども、えー、とかですね、えーま、テレビの まあ、裏方の人、藤井健太郎さんとか、佐久間伸之さんとか、そのゲームを作るのが上手いという人えの名前もですね、みんなどんどん知ってですね、そのファンになっていってという意味での細分化、文献化が行われているわけで、まあ別にっていう感じはするんですよね。うん。だから、えっと、一人の人、まあまあだから繰り返しになりますけど、一人の人がですね、そのカリスマでなければいけなかったっていうのは、テレビという箱、一個しか見るものがなかったからですよね。え、今そうじゃないから全然大丈夫ですよっていうのは、え、思います。え、だから、カムバックするにせよ、しないにせよ、え、もちろんですね、すべてのえ生産 がんでから、えー、だと思いますしあの安易にカムバックするわけではないと思い安,安易にカムバックする、えー、べきではないと僕は思いますけれども、えー、カムバックしたって。 ににしないにせよですね、えー、それでダメになるお笑い界だとするならばそんなものはもうそもそもダメじゃんって思いますし、えー、松本さんがいないと厳しいよっていうふうに、えー、思い込もうとしていた、えー、松本さんに甘えていた頼っていた、えー、お笑い業界が変わるべきタイミングなんじゃないかなということをですね僕は視聴者としてすごく思いますで松本人志さんがもう見られないなんて辛いみたいなことを言ってる人もいるんですけれどもあのマジでそんなことないです、えー、このうーん 今年始まってからの十数日僕は松本人志さんのコンテンツを大量に、まあ、いろんなところからこう引っ張ってきて見ていますけれどもあのこれ一生かかっても見終わんないんじゃないかなっていうぐらい膨大にありますからね。 見てないでしょみんな多分。本当に見てますか松本人志さんの過去の放送室とか全部聞くだけで、えー、相当何年間も松本人志イズムというか、松本人志エキスというか、えー、エッセンスというか楽しむことできますよ。えー、別に最新の松本人志さんがパッとテレビつけた時に、えー、ダウンタウンナウとか、えー、ダウンタウンデラックスとか水曜日のダウンタウンにいることって、 本当に我々にとって、まあもちろんその大ファンだった方とかですね、えー、心の寄り所にしていたという方ももちろんあの一部にはいると思いますけど、本当にみんながみんなにとって、えー、松本人志さんがリアルタイムで今生身の姿でテレビに出ていることって、えー、本当にですね、松本人志と,という人物のその価値、役割として、本当にそんなに大きかったのかっていうと、 それはね、テレビマンとか、その企画制作者の人とかが、松本人志と,という看板、ブランドに甘えすぎていたんじゃないか、えー、で、視聴者がそう思い込まされていたんじゃないかというふうに思いますよ。はい。 えー、ということをですね、非常にあのー、たくさんの松本人志コンテンツに今ですね、没頭しながら、えー、生活している私が思うところでございます。えー、なので、あのー、もう本当にですね、道に落ちている松本人志コンテンツっていうのもいっぱいあるわけですよ。バッとこう、えー、玄関のドア開けたら道に落ちている松本人志さんの、えー、ビデオとかね、皆さんのあの、家の周りにも散乱してると思います。VHS とか。 ま、DVD とか CD とかカセットとか、松本ひとしって書いてある、誰が書いたかわかんない手書きでね、書いてあるラベルのものとかがですね、家の周り探してみてください。家の周りに散乱してると思います。ご家族。 え松本人志さんの何か持ってないって言ったら松本人志の間の字も日の字も、えー、会話したことないですね母親とか父親とかご兄弟とかはですねあ持ってるよって言ってごっそりですね、えー、カセットテープとか VHS とかですね、えー、大量に持ってると思いますので、えー、ぜひともですね無料で松本人志さんのコンテンツっていうのは、うん、ネット上にある松本人志さんの映像をですね全て見るだけでもですね普通に働いて生活している場合にはですね あと数年はかかるんじゃないかなと思いますね。うん。えー、没頭して全部の仕事断ったとしても多分1ヶ月はかかりますよ、多分ね。えー、僕は今そういう、割とそういう状態に近いぐらいですね、松本ひとしさんの、えー、コンテンツに触れているんですけれども、あのー、とてつもなく、あの、本当に頼もしいぐらいですね、えー、世の中に、道端に転がっていますので、えー、ぜひともですね、それはなんか、あのー、真面目に松本ひとしさんの、えーえー、まあ、引退というか、まあ、活動休止っていうものを松本人志と,という人物が、 姿を消したということを真剣に悔やむのであるならばそれはもう使えるもんは使った方がいいんじゃないですかっていう気がしておりますし本当に悔やむことなのかっていうのは冷静に考えるとですねかなり適当なこと言ってないかっていう気がします。 はい、えー。というですね、松本人志さんについての、まあ、考察というか、感想というか、批評というか、論評みたいなことをですね、引き続きやっていくと思いますので、えー、こういう側面から語ってほしいですみたいな、えー、リクエスト的なコメントに関しては、えー、広く受け付けますけれども、それ以外のコメントっていうのはすべて動画を見た上じゃないと、えー、そして過去の動画もすべてですね、えー、見た上でのもの以外は NG にさせてください。はい。えー、そのぐらいしないとね、ごチャンネルになっちゃうからね、このコメント欄がね、えー、そういう風にしたいわけじゃないし、えー、それが我慢できない人に見てほしいタイプの動画とか発信者ではないので、 えー、まあ本当に無理な人は見ないでくださいという感じです。それができない人は見なくて大丈夫ですっていう感じです。えー、で、あとはですね、あの、切り抜きは NG にしておりますということは再三再四言って言いますので、えー、それはまあ大丈夫だと思うんですけれども、あの、切り抜きとか編集とかどうしてもテロップとかつけたいよという方は自分で勝手に発信するのではなく私に送ってくださいという感じです。よろしくお願いいたします。うん、絡みにくいですね。